それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のリーディングは、人生の転機はいつどんな形で訪れるのかというものをテーマに見ていきます。ではまた今回もタロットカードをシャッフルしながらやっていきます。まず今のあなた様のエネルギーの状態見ていきますので、シャッフルしていきます。こちらオラクルカードなんですが、正客採用していくものです。はい、見ていきましょう。はい、人生の転機というものはたくさん何回も訪れます。ですが今回のリーディングではもう間もなく訪れる転機について見ていきます。こちらは恋愛、仕事、対人関係、お金の流れ、こちらすべて全体を通して見ていきますので、今の運気の流れがどこで変わっていくのか、どんな風になっていくのか、今ご自身に状況などに当てはめてご覧いただけたらなと思います。はい、それではこちらからもらっていきましょう。今のあなたのエネルギーの状態です。正位置で出てきています。これはガネーシャですね。とても素敵なカードです。色が豊かにね、お花も咲いていますので、希望とかこう豊かさっていうのを感じられるような、とても素敵なカードですね。これは新しい始まりっていうのを表していますし、あとは障害物を取り除く神様として、このガネーシャっていうものが存在しています。あなたが今新しい旅立ち、気持ちが今新しいところに向かおうとしているエネルギーですね。もうすでに今いるところからまた違うところへ今向かおうとしているところに今います。そしてこのガネーシャっていう神様があなたの魂の旅立ちにとても今応援をしてくれていますね。あなたがこれからやろうとしていること、進もうと思っていることに対しての障害がもし現れたとしても、それを取り除いてくれる力が今働いています。今、そう、幸先のいいスタートっていうのがここのエネルギー感じられるので、今あなたの中でいろんなことを変えていこうとか、新しく始めていきたい、今までのやり方を変えていきたいとか、そういう新しいことっていうのが今こう共通していろんなところに出てるんじゃないかなっていうのが、まず今のあなたのエネルギーとして入ってきています。はい、ではその他にもカードをいろいろ出していって、そしてその状況とか状態見ていきます。はい、では見ていきましょう。あなたが今変えたいもの、そして今のあなたに足りないものも見ていきます。少しカードを何枚か出していきますね。はい、なるほど。ではもう少しもらっていきます。はい、タロットカードはこちら正位置で見ていきます。ワンドの7が出ています。はい、
そうですね、ここ対人面、そして恋愛関係、そうですね、対人っていうところに対してのあなたの今お悩み抱えてることっていうのが出てきています。少しね、争っているんですよね、このカードの絵柄が。動物たちが自分の縄張りを主張するかのように今争っているように見えることなので、対人関係でこう誰かを相手にして今あなたがその方に対して強い思いを抱いていたりとか、これはジェラシーのカード、そしてこちらがあなたの心の中の声を表しているカード、そしてこれが見えない敵っていうのが出ているんですね。こう隠れているところであなたのことを見ているとか、あとは自分の見えないところに実は自分の障害になっているものがある、でそして自分の心の声、であとはやっぱりこう他の人っていうところがここで入ってきている、でそしてしかもこう恋愛関係っていうのも多少入ってくるかなっていうのがあるんですね。自分がこういう恋愛関係築いていきたい、そして例えば恋人のいる相手を好きになってしまったとか、そういうのもあります。あとは他人の恋愛を見ていて羨ましいなっていうふうに自分が感じている、憧れている、ああいうロマンチックな関係になっていきたいなっていうふうな気持ちもある。なのでこういい恋愛をしたいなとか、恋愛を進めていきたいっていうのが一番こう出てきているかなっていうところではあります。そして戦っているカードも出てきているので、なんかね、こう自分の立場を守ろうとしていたりとか、自分の譲れないものに対して、自分はこうありたいとかっていう主張っていうのが出てきているんじゃないかなっていうのがあります。なんとかして今の自分の立場守っていきたい、ただ心の中はいろんな願望とか出てきているんですけど、誰かに対して本当に言葉の通り嫉妬という心が出てきてしまっていたりとか、恋愛だけではなくて、その他の人を見て、なんであの人はあんなに幸せそうにとか、あんなに結果を残してるんだろうとか、そういうところがある。そして自分の欲っていうのが悪いわけではないですよ。欲は誰にでもあることだし、こうなりたいとかいい方向に向かっていきたいっていうことも欲の一つなので、その欲っていうのがどういうところに今出てきているのかなっていうと、やっぱりこう今自分が新しく始めていくことに対して願望ですよね、願いに近いと思うんですよね。どちらかというと今自分の心を変えていきたいってこともそうかもしれないけど、その受け入れられないところもあるんじゃないかなっていうのが出てるんですよね。自分が他人に対して感じてること、なんか自分ばっかりうまくいかないような気がするとか、本当は自分がこの立場にいるべきはずだったのにとか、そういうのも出てきているんですよね。対人関係で揉め事があったりとか、そう、比較とかね、誰かと比べてしまうとか、そういうところが今出てきているのかなって。ただこのエネルギーの状態としてはすごくいいので、本当に今のこの流れを変えていきたいとか、もう新しく自分で違う方向に向かってやっていきたいとか、エネルギーチャージしたいっていうのが出てきていますので、今の状態、エネルギーの状態はいいです。で足りないものを見ていく。でそうすると自分が周りのことあまりよく見えていないところが出てきているとか、実はよく見渡してみたら意外なところに落とし穴が見つかったとかね、そういうことも出てきています。よく見たら真実がそこにあったとか、それを見てショックを受けてしまったってこともあるかもしれない。そういうところが今出てきています。はい。ただこの自分の欲っていうのが別に悪いわけじゃないんですよね。こうなりたいっていうこの自分の心を無理に抑える必要がなくて、なのでここに対して今そういう問題を抱えている、じゃあどうすればいいのかっていう次っていうところに行った方がいいと思いますね。
はい、ではなかなかこう対人関係に対してモヤモヤしている、恋愛面でも何かこうモヤモヤしている、お相手とうまくいかないとか誰か割り込んできているとか、そういうところを感じている。確かにこう3人いるから、自分とお相手だけじゃないような恋愛とかね、そういうのもあるかもしれませんし、ここはやっぱりこう対人関係とかあとは恋愛っていうところが大きいかなっていうのがありますね。はい、では次行きましょう。今この動画を見たタイミングから約半年までの流れを見ていきます。はい、ではタロットカードから出していきます。はい、どんどんと出していきましょう。まず、ワールドが一番最初に入ってきていますね。はい、では正位置に戻しながらやっていきます。ペンタクルの2番、そしてワンドのキング。流れはすごくいいですね。はい、では、はい、ペンタクルのクイーン。はい、もらっていきます。ソードの7が入っています。あと1枚ですね。はい、ではチャリオット入ってます。いいですね。こう見ていくと、もう間もなくですね、あなたの今抱えている問題だったりとか、本当に今このエネルギーの状態が新しい方向へ向かっていこうとしているので、自分の心の穴とかモヤモヤしていたものとかっていうのがすっきりと晴れていくんじゃないかなっていうところに出てきています。ただワールドが出てるので、こうあなたの中で一つまず区切りがついてる、もうすでについてるかもしれない。だってもう新しいところへ行こうとしているエネルギーの状態だから、一つのことに今区切りをつけて、自分が次のレベルアップ、次の段階へ向かおうとしている。これが1ヶ月目にやってきています。もうすでにその状態に今入ってるんじゃないかなって、フェーズにね、入ってるのかなっていうのが感じられますね。で、自分自身ももう間もなくこう感じられる、変化を感じられるっていうのが実感できるんじゃないかなっていうのが出てきている。で、2ヶ月目になっていくと、で、いろんなことが両立できる、バランスが取れていくんですね。なので、対人面に対しても、あとは、恋愛面でも、何か誰かに対して、嫉妬、もやもやするとか、なんだあの人はみたいな、いうようなところの気持ちっていうのがまず整理されて、うまいバランス、自分のモチベーションとか、メンタルっていうところ、心の中っていうのがすごく安定してきます。そして確かなものっていうのも手にすることができているので、それはそう、今対人関係とかで見てますから、そうですね、やはりじゃあ気持ちだったりとか人間関係のバランス、パワーバランスっていうのがうまく取れていくっていうところにありますね。恋愛じゃなかったとしても人間関係がスムーズに流れていく、あなたに余裕が出てくるっていうのが出てきています。そして3ヶ月目になると、もっともっと流れが、勢いがね、出てくるんですね。バランスが取れたから、で、もっとじゃあ燃えていくんですよね、ここで。あなたのやりたい方へとか、自分の望みに向かって燃え上がる気持ち、高い目標がまたさらにね、出てくるのかなっていうのがあります。すごく前向きに捉えられていますね。この流れがすごくいいです。多分ここで一つね、区切りをつけるというか、ここを一つ経験したから、じゃあ次にみたいなバランス取れて、そしてじゃあそのさらに次のレベルに向かってあなたが一生懸命取り組むとき、そして4ヶ月目になると、この頑張りが結果となって受け取るときがやってくるっていうふうに言われてるんですね。ここ、恋愛関係とかで見てる方であれば、ここすごくあなたが愛情を受け取るとか、すごくね、自分の望みに対しての結果っていうのが、ちゃんと返ってくるっていうところがね、ありますね。受け取る番ですよって。
頑張ったご褒美がここで出てきています。はい、いろんなところから出てくるのかなっていうのがあります。そしてこの5ヶ月目になるとソードの7が入ってくるので、自分のやり方、進み方っていうところに対して、今までこうまっすぐに進んできたこのやり方で受け取った、でその後少しね、自分の中でなんて言うんでしょうね、受け取ったから、じゃあもうこの先進んでいく、なんか勢いよく進んでいくのを一回やめて、少しやり方を変えていくのかなっていうのが出てきています。でどういうふうにやり方を変えていくのかっていうと、分かりやすく言うと、自分のやりやすいようなやり方を自分で新しく見つけるとか、もっとね、こういうふうにしていけば自分がもう少しね、簡単に乗り越えていけるやり方が出てくるとか、そういう自分にとってプラスになるようなことを着目し始めるんですね。見つけ出していくんですよ。で、そっちの方に向かって歩んでいく。どちらかというと、こっちの方がすごく勢いがあって、もうとにかく上昇気候、まっすぐ行くぞっていうすごく強いエネルギーにあふれている。でこちらはどちらかというと、方向変換してより自分にとってプラスになるやり方、新しい方法っていうところに向かって、目がね、そっちの方に向いて体も動いていくっていうのが出てきています。そして6ヶ月目になるとチャリオット出てきているので、ここもね、すごくいいんですよ。さらに勢いが出てくる、自分の方向性が定まってくるっていうのがね、あるんですね。ここでやり方を変えたことによって確信が出てくる、自分に自信がつくとか、そして周りともうまくやっていける、周りのことも統率していきながら自分の意思を押し通していける。その押し通していくっていうのは、無理にね、進めていくんじゃなくて、みんなと協調しながら自分がリーダーシップを取るっていう感じで、自分の意思、そして周りの意見も聞きながら一つになって進めていくっていうのが出てきている。なので、対人面で今考えてらっしゃる方ね、お仕事でも関係してますよね。対人関係っていうのは人付き合いがあるので、だから仕事でこう結果を残していくとか、方向性が見つかっていくとかで、いろんなやり方をやっていった後にみんなでまとまって向かっていけるとか、すごくね、流れがとてもいいんですね。この6ヶ月間っていうのが、今このあなたのエネルギーが今発揮される時、そしてちゃんと結果を受け取るっていうのも出てきていますので、今抱えてることを解決に向かって流れていくんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、まずこの6ヶ月間の動きを見ていったので、ここをベースにして、では自然の流れで、あなたが受け身の状態のままで、この流れで訪れる、天気っていうのを見ていきましょう。こういう6ヶ月間の流れがある中で、あなたが自分の意思では何もしない、もうその時思った時に思ったようには動いていくと思うんだけど、何もしないっていうような前提でやっていった場合、何を受け取るものがあるのか。天気ですね。どんな天気があるのか見ていきますね。いや、なんかこう恋愛で悩んでいるか、もしくは恋愛したいなとかね、あの人たちみたいに、恋愛、素敵な恋愛したいなっていう方もいるかもしれませんね。まずは1枚、5番ツリーのカードが出てきている。とても自分自身の心身ともに安定してくるし、今なんかね、こう他人のこと見てグラグラする気持ちが出てきていたりとか、自分がこうやってやっていきたいんだよっていうのもね、自分の心の声っていうのが結構出てきているんですね。モヤモヤの他にね、出てきている、両方あるんですよ。でそこもうまいバランス取れてくるって言われている通りに落ち着いてくる、自然に落ち着いてくる。であとは体調が良くなったりとか、健やかに眠れるようになったりっていうのももちろんあります。なんかね、健康的な生活になっていくっていうのが感じられるので、生活リズムとか、何かね、新生活を迎えた後、
あなたの生活のバランスが整っていくっていう風にも言われてるんですね。なので健康体っていうのが出てきていますので、健康面ではまず心配はないし、今心配に感じているところは改善されていく、治っていく、回復していくでしょうっていうのが言われています。そして対人面に対しては絆が生まれていくっていうのがあるんじゃないかな。恋愛関係でもそうかもしれない。あなたが、なんかね、修復したいと思っているような相手とかだと、その絆、回復していくっていうのが出てきていますし、新しく気づかれていくものだったりとかっていうのもあるんじゃないかな。もしくは、もっともっと仲良くなれるとか、人とのつながりっていうのが入ってくるかな。そしてそれは、一人ではなくて、複数人いるかなっていうのが出てきています。いろんなところでいろんな付き合い、つながりっていうのが出てくる。新しいつながりが生まれるのもそうだし、今まで自分たちがつながってきたものの絆が強くなるのもそう。そして仲違いしていたようなものがまたくっついてくるとか、違う新しい関係、仲良くなれるとかね。嫌いだったって思ってる相手と実はすごく気が合うことに気づいたとか、そういう人間関係のつながりがあちこちでいろんな形となって出てくるんじゃないかなっていう実りがね、ありますね。あなたの心の実りなので、しかも対人面に対して、人付き合いのことに対して、いろんなところからお誘いをもらったりとか、そのね、人っていうのが大きく関わってくるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。で、その人を通して本当に自分が実際何かを受け取るっていうのが出てくるんじゃないかなっていうのがあります。その実際何をっていうのは、例えばお仕事で新しいお仕事をもらったりとか、声をかけてもらうことで誰か紹介してもらって、そこから大きな発展につながったりとか、その人付き合いのね、幅が広がるってこともそうかもしれないし、新しい趣味が見つかるとか、とにかく人を通してあなたの可能性とか視野が広くなっていくっていうのがここから出てきています。はい、これが今この自然の流れで今あなたが受け取るタイミング、天気どうなっていくか。天気なので、やはりこの誰か他の人が現れた瞬間っていうのが天気、きっかけかなっていうのがここで出てきています。それは、どういう人なのかっていうのももらっていきましょう。その人の特徴ですね。なんかね、人っていうのが出てきています。とある人と仲良くなった、出会ったとか仲直りとか、恋愛で言ったらお付き合いとかね、そう、人間関係が変わっていく、それがタイミングだよっていうふうに言われています。人を通してあなたが受け取るものがたくさんあるよっていうふうに言われてるし、悩みが晴れていくって。で、その人の特徴、このカードは正逆採用で見ていきます。はい、カップの3の逆なので、まず一番最初に人とのつながりはあるんですね。ある。で、それはパーティーとか、このようにね、飲み会とか、みんなで楽しくやってるような場所が必ず出てきます。ここの6ヶ月の間のどこか、割と早いと思うんですよね。最初の方にワールドが出てきてるので、だからお誘いとかあって乗り気じゃないお誘いほど天気があるんじゃないかなって。いろいろ、会社付き合いとか友達付き合いとか、いろんな場所で集まる機会っていうのがあるんですよね。家族の集まりかもしれないし、で、その中で自分が乗り気じゃない場所、付き合いとかね、本当は乗り気じゃないんだけど付き合いで行かなきゃいけないとか、そういう場所こそ、そのあなたの転機になる人が出てくるってことが言われてるから、なので正直あまり好きじゃないなって思ってる人、今の状態ではね、今の段階では苦手だなとか、この人とは合わないんじゃないかって思ってる人こそ、あなたを変えるきっかけになってくれるっていうのが出てきている。これがきっかけですね。はい、ではこのね、今この天気によってあなたがどういうふうに変わっていくのか、ここね、人物としてはっきり出てきているので、しかも一人じゃない、
2人3人とか、あとはね同性ですかね、自分と同じ性別の方、もしくは友達とかね、仲間とか、初めて会うような人ではないんだけど、でもその場所に行ったら初めて会う人もいるっていう感じ、いろんな人が混ざってるっていう感じもしますね。似たような人もいれば違うような人もいる。なので本当にもしかしたら大勢集まるような場所かもしれないしね、いろんな職種の人が集まるような場所かもしれないんだけど、ただその人物っていうのがかなり大きくキーパーソンとして入ってきていますね。それもね一人じゃないっていうのも言われていますし、そうですね、それに対してあなたが受け取っていくものを見ていきましょうか。あとタイミング、数字もねもらっていきましょう。まず数字から6ヶ月間の全体的にラッキーナンバー出していきましょう。目安としてただ7っていう可能性が一番強いかなっていうのが今のところね出てきていますけど、はっきりと数字でもらっていきましょう。はい、5番。ここもね5番なのでね、5っていうのも出てきています。これ5番でラベンダーなので、もしあなたが待ちの姿勢でいてもあなたに幸せが訪れてくるってことも言われてるし、花言葉、あなたを待っています、待っていると幸せがやってきますっていうような感じの花言葉だったと思うんですけど、なので自分から動かなくてもお誘いかなり出てくると思うんですね。別に自分で何かを求めて、例えばね出会いとか、自分を変えようと思ってどこか行こうとか、何か目的があってとか、何かしようみたいな感じで意思を持って動こうとしていなくても、自然の流れでタイミングがやってくるよって、誰かからもたらされる、人がやってくるとかね、そのことによって変わってくる。そしてナンバーとしては5です。5のつく日、5月とか5週間後、5時間後とかっていうのがナンバーとして入ってますので、こちらを参考にしてください。あなたの情熱っていうのがここでかなり盛り上がっていくので、それを前兆っていう感じがするんですね。なので見た瞬間から3ヶ月以内の間の5っていう数字がかなりこう濃厚かなって、もちろんねこの後のこともこの5っていうのが、全体的に共通で入ってくるんですけど、どちらかというと割と早いうちの、期間の間に人を通じてもたらされるもの、そのことであなたが情熱を燃やしていくとかっていうのもあるかなと思います。いい意味でライバルができるとかね、刺激をもらえるような相手が出てくるとか、お互いを高め合えるようなそういうような親友ができるとか、そういうこともあるかなと思いますね。同じ目標に向かって一緒に頑張れる相手が出てくるとかね、そういう感じ、心が燃えていくっていうのが出てきています。はい、ではもう一枚オラクルカードからもらっていきます。まずこのね、今この自然の状態でいる時に訪れる天気で見てるので、そうなんかね5月っていうのもありますよね。5がついてるので、そうです、そしたら2ヶ月後ぐらいですよね。そっか、そしたらやっぱりちょうどいいぐらいですよね。そしてそのことによってどのようにあなたが変わっていくのか、そして受け取るものっていうのも見ていきます。はい、シトリン出ていますね。やっぱり5月っていう可能性もありますよね。5月6月、もうねリアタイでご覧になっている方は5月6月、猫っていう数字も入ってますし、双子座のマークも入ってるから、双子座は5月下旬、そして6月上旬というか中旬ぐらいまでの期間だから、そのあたりとかもいいかなって思うんですね。リアタイで見てるんだったら1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、ね、さっきも何回も言ってる通りこのあたりですよね。が、天気、自然とね、自分の心が変わっていくというか、周りからもたらされるものっていうのがある。で、あとはシトリン、希望と輝きと優しさに満ちる色。
そしてワーカホリックを予防し幸運を呼び込むっていうのが出ていますね。そして11番っていうのも出てきています。そうですね、このカード、ここに3と5っていう数字があるので、これはね、チャクラの数字を表しているので、3番っていうのが、まず、自分らしさとか個性、明るさっていうのも出ていますね。光、ちょっと見えづらいんですけど、黄色く3番ってあるんですね。チャクラとしては溝落ちの部分ぐらいですね。溝落ちか、胸と下腹部の間、溝落ちのところのチャクラですね。これが輝いていくよってことと、あとこの5番っていうチャクラが喉を表していますね。なので、ここのチャクラっていうのがコミュニケーションとか表現力、そして真実とかクリエイティブっていうのを表しています。この今この天気を通じてあなたが変わっていくところっていうのが、コミュニケーションっていうのが変わってくるね。対人関係ですよね。人とのやり取りの、あなたのやり方が変わっていくのか、それとも周りの人付き合いが変わっていく、対人の人たちが変わっていくのか、そこから得るものがある。対人関係を通して自分の個性とか自分らしさっていうのが見つかっていくよっていうふうにも言われています。ね、これ幸運を呼び込むっていうふうに書かれていますね。あとはこう太陽を象徴する石っていうふうに言われているんですね。幸運、そうですね、金運とか人生に幸運を引き寄せる力がある。はい。明るくて優しさ、そして希望に満ちた石とも言われています。自分にね、自信を与えてくれるカードなので、明るいやり取りっていうのが期待できるんじゃないかな。本当に誰かを介して自分の個性、自分の在り方とか、自分に自信が持てるとか、本当にね、明るくなれる、そのままの通りっていう風にあなたが変わっていく、今の状況よりもっとね、気持ちが明るくなっていくよっていう風に言われているのが、まずここで出てきています。はい、ではここからはね、今自然の流れの様子を見ていったんですが、ここから先自分の力で変えていけることってじゃああるの？とか、自分の力で変えていくために助けになってくれるような人とか、ワード、キーワードっていうのがあるのかなっていうところも見ていきますし、あとはどんなことすればいいのっていう具体的な内容ももらっていきましょう。はい、またね、こちらのカードからもらっていきます。自分の力で変えていけることは何か。はい、自分自身が意識すること、鍵のカードが出てきている。それは、あなたのね、今のこのエネルギーをよく感じてくださいっていう風に言われてるんですよね。どうしようかな、カードを足そうかどうか悩むんですけど、もうすでに過ぎてしまったことだってことに気づくこと、今こう抱えてること、モヤモヤしてること、これをもう、それはね、終わっていって次の段階へもう自分がもう向かっているんだっていう、この自分の気持ちの真実とかエネルギーっていうのをよく感じてください。そうするともっと前に進みやすくなってくる。で、実際じゃあ何をすればいいのかっていうところも具体的にもらっていきましょう。そこに大きなヒントがある。その自分が変えていく、掴み取っていくヒントが出てくるよっていうふうに言われているので、かなりあなたが意識して動いて掴むものっていうのがここ大きくあるんじゃないかなって思いますね。それは具体的にどういうことなのかもらっていきたいですね。そうですね、では具体的にこのカードからもらっていきましょう。そうですね、少しめくれたものがある。だけどちょっと気になるのでね、やっていきましょう。で、このタロットカード正位置のみで取っていきます。はい、もらっていきますね。ボイスのエース、なるほど。で、エモーションの4、はい。そして
あ、これもボイスの4。なるほど。何かね、自分の中で立ち止まるのがあまり好きじゃないあなたが、それか今のあなたは立ち止まってられないっていう風に自分自身思ってるのかな。強く何か変えたいとか、そう、なんかこう新しいエネルギーが今流れ込んでるんだけど、それをこう物にしていきたいっていうか、うん、成功させたいとかね、強い目標が出てるのかなっていうのが感じられます。しっかりした意思とか道筋っていうのがあるんだけど、そこに対して何かね、こう自分が進んでいくことで悩みが出てきたりとか、うん、確かにね、道がわかる、うん、自分でどうすればいいかって分かってるんだけど、まっすぐと進んでいくだけなのに周りのことがいろいろ入ってくるんですよ。あなたのところにいろんなこと聞かされたりとか、そう、対人のことであなたがいろんなこと抱えてるから、やっぱり自分の気持ち一つで全部進められないんですよね。自分の思った通りにやっていけない、うん、っていうところがあるから、誰かのこと考えなきゃいけないし、うん、もちろんね、対人関係で悩んでるから、その相手とうまくやっていくためにっていうところも考えて進んでいかなきゃいけないっていうところがある。でもそこに対していろいろ考えすぎちゃってるところが出てきてるんですよね。もう少し自分の心の声って整理するっていうところがあるかなっていうのがありますね。ここでもある通り、例えばね、この絵でわかる通り、誰かにね、羨ましいなっていう気持ちを抱いたりとか、この人には負けたくないなとか、誰かと自分を比べたりとか、この人よりは自分が勝っていたいとか、それは全然悪いことじゃないんですよ。うん、むしろ当たり前。それはね、全然自然なことなので、それはそれでいいんですよ。ただ、そのことで自分自身が、立ち止まっちゃったりとか悩んじゃったりとか、あまりそこまで深く考えなくてもいいことまで考えてしまったりとか、うん、何かね、比べてしまって、で比べたから、うん、別にいいじゃんって、それで、うん、比べて、じゃあ自分がじゃあ頑張ろうとか、負けたくないんだったらじゃあそれに向かってやっていこうでいいんだけど、その負けたくないとかって、まあ例えばの話なんですけど、負けたくないっていう気持ちだけがすごく強くて、で結局自分が結果出せないことに対してイライラしていたりとか、うん、ね、そう思ってるだけで自分何もできていないんじゃないかなとか、思ってやってみるんだけど結果が残せないとかね、そういうことですごくイライラしたりとか、モヤモヤっていうのがやっぱりどうしても出てくるんですね。ただどうやってやっていくかとか、どうしたい、どうなりたいっていうのはちゃんとあるんですよ。でも周りの声にこう左右されたりとかね、こう自分がせっかく頑張ろうと思ってるのに、こういっちゃ疲れたらモヤモヤするしっていうところもあるじゃないですか。周りのことっていうのが目に入ってくるし、耳にも入ってくるし、情報としてすごくたくさんね、周りのことって入ってくる、そんな世の中ですよ、今の時代って。いかにその情報をキャッチしていくのか、そしてどのように自分のうまいようにね、取り込んで放出していくのかっていうのが、この今の時代のやり方、生き方っていうね、ところがあるんですよ。どううまくやっていくのかっていうね、ところがあるんですけど、そこに対してこう引っかかってしまうというか、そういうところがあるかな。なんかこう見たくないのに見ちゃうとか、逆に見たいものが見えないとか、少しね、その情報の行き違いっていうのが出てくる、受け取る側と感じる側といろんなところからね、本当は知りたいところはわからないままなのにね、いらない情報だけが入ってくるとか、そのことに対してすごくモヤモヤする気持ちだけがね、どんどん募っていくとか、それをなんとかしようと思って頑張っても結果出ないしみたいな感じが出てきていて、それっていうのがね、あるんですよね。それ変えていかなきゃいけない、具体的にはっていうのがありますよね。ただね、決められていくから、あ、具体的にね、そう、ボイスの4番が入ってるから、まず自分の気持ち一番最初に整理するのがまず一番最初かなっていうのが出てきていますね。一番最初にまず受け入れますよね。こう自分の中でいろんな抱えてること、対人面ですね、ライバル、友達、恋人、
仕事関係の人みたいな、とにかく誰か人間に対して人間そう相手に対して何かいろいろ考え込んでることをうまくいかないことっていう、まずそのことをまず受け入れる、嫉妬してるとか負けたくないとかそういう気持ちもいいんだってまず受け止めて、今は自分はそういうところにいるんだってことをまずね受け入れて、でその後にまず気持ちを落ち着かせるようなことをしていきましょう。で具体的にどうやったら自分が落ち着くかいろいろまず試してみてください。シンプルなことから始めていってくださいね。なんか無理して何かするとかっていうことではない、あなたが自分がねリラックスできるやり方まず見つけていきましょう。でそれは休みの日に一日中何もしないゴロゴロすることかもしれないし、ね、好きなことをずっとひたすらやってることかもしれないし、何か目標に向かって取り組んでいくことかもしれないし、まずそれを探すことが入ってきます。2番目のやり方ですね。でその段階は終わって、このやり方で自分が落ち着くんだっていう方法を見つけたら、それを継続してやってみる。でも無理しないでねってカードが言ってるので、こう無理することはない、なんか自然に自分がやっていける、つまり自分がやりたいって思えることですよね。そして継続するってこともあるから、同じことを継続することが難しいっていう方は、その日その日の自分の気持ちで合わせてやってもいいと思う。毎日毎日自分のやりたいことをやる時間作るとかっていいと思うんですよ。それが例えば誰かとお話しすることかもしれないし、ね、なんかネットで例えば美容に関する情報を毎日ね収集することかもしれない、ね、雑誌切り抜くとかね、人によっていろいろやり方あるし、ストレス発散の仕方もあるから、その日その日の自分のテンションに合わせてやってみればいいっていうことが言われてるんじゃないかな。まずどっぷりと自分の時間に使っていくこと、好きなことにねまず没頭すること、その好きなことっていうのは趣味とかでもいいし、自分がリラックスできることでもいいし、何でもいい、自分がやりたいと思ってること、でまずそれをやっていく。でそうやって整理してリラックスさせていくと、何かねこうモヤモヤしてるのもそれはそれでいいんだっていう風に受け止められたりとか、でもそうやって思ってたことってもうそれはすでに自分の心の中ではもうすでにね終わってる過去のことであって、じゃあそれは手放していけるんだっていう風に切り替えができるっていう風にね出てきてるんですよね。そして誰かと比べて、そしてねこうライバルっていいじゃんって、自分を高め合えるような相手がいるっていう風に受け止められるんですよね。こう前向きに受け止められていくのかな。そして別にね負けたくないから頑張ろうって、それが何が悪いのっていう風に なっていく、そう思いますよ私。別にいいんじゃないですかって、順位がつけられようがつけられまいが、あなたの中で順位とかがね、そう優劣とかっていうのを今求めてるんだったら、そこ求めてってもいいよっていう風に言われてるし、負けたから勝ったからとかじゃなくて、そこに対してのお互いの取り組みだったりとか、あなたのやり方向かい方とか、そういうのがすごくねいい意味ですごくいいエネルギーになって燃えていくんじゃないかなって、だからね誰かと勝負したりとか負けたくないと思うこととか、そういうのってね良くないんじゃないかなとかっていうふうに思う必要ないって言われてますね。大丈夫ですよ、それはそれでいいんだってまずね受け止めることからだよって、でそれに対して燃え上がってやっていくんじゃないかな。本当に、一つね解決されて気持ちがねバランス取れるようになっていって、そしてそこから自分のやり方が見つかっていって、自分の心の声って何なんだろうってところに耳を澄ませるところができる、そして燃え上がっていくところが出てくるんですね。じゃあ頑張ろうみたいな、負けたくないっていう気持ちかもしれないし、でもそれはそれでいいんだって出てますね。そこに大きなあなたのね解決となるヒントが隠れていますよっていうのが言われていますし、ではキーパーソンになってくるような人物とか出来事があるのか見ていきましょう。はい、こちらは星逆採用していくタロット、このカードだけね星逆見ていきます。ちょっと待ってね、
い、全部逆で出てきていますね。これ、あの人物にとらわれる必要ないかもしれない。確かに、自分の力で変えようと思ってる。ああ、そうか、自分自身だって誰の力とかでもない、誰かの助けとか誰かの影響を受けて自分で変えていくとかじゃなくて、己の力だって言ってるんですよね。意志と力。そうだ、その誰かのせいにするとか誰かを頼りにするとかじゃなくて、自然にね、受け取るものはここにあるんだけど、それ以外で自分で変えていけることあるよって。でもそれは自分の意志と力が必要ってことが言われてるし、そのことに早く気づける分、ね、気づけば気づく分早く動けるから早く結果が出てくるし、で、あとはもう一つ言えるのは、自分で変えようと思って頑張って取り組むことはすごくいいこと、大丈夫で、そのことでなかなかそれが結果となって現れるまでに時間かかるかもって言われてるんですよね。あとは途中で断念しそうになったりとか、かなりこうきついこととか自分にとってはハードル高いところにあなたが挑戦しようとするんじゃないかなって、あの気持ちがすごく盛り上がってるので、やれる、頑張れるって、目標に向かってやっていくんだっていう気持ちがすごく出てくるんですよね。それはすごく素晴らしいこと、でもじゃあそのことによって、例えば1週間とか1ヶ月とかすごくね、早く変えたいって思ってる気持ち、その通りにはその期間の中では変わっていかないかもって、長くじっくり取り組んでってみてって、その継続する力っていうのが求められています。早く変えようじゃなくて、長い時間かけて継続させるってことが大きな鍵となって出てきそう。そして諦めないでってこともね、言われてますね。時々ね、やっぱり失望するんですよ。だって結果出ないとさ、なんだ頑張っても意味ないじゃんとか、いや違うやり方がいいのかなとか、自問自答したりとかね、立ち止まって考えたりとかあります、やっぱりね。なんかね、変えようと思ってやったんだけど、頑張ったんだけど、なんか結果出てこないなとか、なんか途中で尻すぼみするとかね、あるかもしれないんだけど、そういう時こそ諦めないで頑張ってみてって、継続することっていうのがかなりね、こう鍵となって出てきていますね。それはあるかな。思った通りにいかないからこう投げ出したくなるし、そうやって誰でもそうですよね。ただね、こう諦めなければちゃんとね、自分のものにしていけるよってことが言われていますね。これはキーパーソンっていうか、人物とかではなくて自分次第っていう感じ。このね、ここね、すごく自分っていうのはね、己はね、かなり強力なライバルですからね、自分にとっての。そうなので、それが言われてますね。ではキーパーソンはね、自分だっていうことが出てきたので、どんなことをすればいいのかっていうのも、大体ね、もらっていたので、こういうこと、継続していくこととかね、この自分の気持ち整理つけてというこの順序と、継続していくことをやることによって、あなたが受け取るものと変わることを見ていきましょう。そう、まずそうだそうだ、ね、これ、ここみたいに、まず数字もらっていきましょう。大体この6ヶ月間の間で、あなた自身が自分で取り組んでね、天気、自分で天気を作っていくんだって、切り開いていくんだって思うことの共通的なナンバーをもらっていきますね。ただね、こうリラックスしてねっていう感じがするかな、この全体を通して。健康面、心身のこと、頑張りすぎるのはいいんだけど、頑張るのはいいんだけど頑張りすぎないでねっていう感じもするし、ただでもね、諦めないで継続してねってことも言ってるから、かなりね、ハードルは高いと思う。でもそれをやっていける力が本当はあるからってことも言われてるから、カード応援してくれてますよ。カーネーションですね。そしてね、やっぱり数字としては4ですね。4、結構早い数字がね、4とか5とか出てきてますので、早い段階でやっていけるし、かなりね、こう安定に向かって
確実にね、やっていける、取り組んでいけるんじゃないかなっていうのがある。そしてはね、やっぱりこう自分のリラックスできることやってねってことは共通してここはね出てきていますね。張り詰めているものをまずね、まず緩くしていこう。だけど自分の決めたこととか燃える気持ちだったりとか取り組んでることに対しては継続していこうっていうね、とても難しい言葉言ってるなぁとは、感じますね。正直このカーネーションっていうのは、ここ耐えていけば結果出てくるよっていうふうに言われてる、書かれているので、やっぱりね、こう継続とかね、ちょっときついな、自分にね、自分自身に負けそうな時こそそこを耐えていく時、自分自身に耐える、継続する、そして他人のことに対しては解放していく、あまり こだわらないとか、いろんなことね、ちゃちゃ入ってくるけどあまり気にしない、戦うべきところは自分の心の中にあるっていうのが出てきているし、耐えていくと結果が必ず出てくるからねって言われてます。あとは自分自身ね、いたわって、あとは感謝していくこと、それはね、周りに対してもそうかもしれない。周りに対して感謝の言葉を述べるのもそうかもしれないけど、まずは自分自身、いろんなところ頑張ってきたねとか褒めてあげるね、毎日毎日よく継続したね、やりたいことやってきただけだけど、そのことすら素晴らしいと、だってすごく大変なんだもん、もうやめたいとかさ、ね、辛いからとか、めんどくさいからとか、結果出ないから諦めたいとかって普通なるけど、それでもね、1ヶ月2ヶ月頑張って継続してきた、素晴らしい、そのことがまず素晴らしいね、まずそのことを褒めてあげようっていうところが出てきています。ね、やっぱりこういたわることっていうのはまずね、すごくね、共通して入っていますし、あともう1枚カードを、ね、オラクルカードもらっていきましょうね。はい、自分自身で掴み取っていくもの、ターコイズ、運気上昇する聖なる石、成功に導くっていう風に、ここもね、コミュニケーションっていうのが入ってるし、11番と22番、ねえ、あ、でもすごくね、幸運なことですよね。こうゾロ目って自分の運気が変わるタイミングの前にやってくるって言われてるんですね。実際私もそれ経験たった今したばっかりなので、よくわかるんですけど、私も、2、3ヶ月前ぐらいかな、すごくゾロ目ばっかり見てる時があったんですよ。ふと顔を上げて時計を見ると16時16分はゾロ目だと思って、また作業に戻って、またふって休憩しようと思って時計を見たら17時17分とかで、いつ時計見てもゾロ目みたいな時が続いていて、うわーなんだこれって思っていたんですよ。そしたらその今ね、2、3ヶ月後の今になって、ちょうどね、運気が変わってきて、今自分に波が来てるというか、それをね、すごくとても感じてるので、このゾロ目っていうのがすごくタイミングですね。そしてこれが今11、22っていう風にそれぞれで出てきているので、同じね、それぞれゾロ目が出てきてるから、1のゾロ目とか2のゾロ目っていうのもすごく大きなね、自分自身とか、この天気になるね、きっかけの数字だから、1、2だけじゃなくて、いろんな数字、その16時16分でもいいし、そのゾロ目がポイントとして入ってくるかもしれないし、この2枚がゾロ目ってこと自体がまずあなたが今引き寄せに入っているタイミングだよっていうふうに言われてるから、ものすごく自分の中でガラッと空気が変わるというか、幸運が舞い込んでくるとか、チャンスがね、やってくるとか、そういうことがすごくね、期待できると思います。もちろん自分でね、変えていける力とか努力ってところもあるし、そうしなくても変わっていくこととか掴むものもあります。どちらもあるので、どちらも欲しいなっていうふうに思うこともすごく大事。ここに欲望のカードが出ていて、欲張ってもいいよっていうふうに言われてるから、どっちも変えていきたい、もっともっと変えたいとか、自分の力でチャンスつかめるものがあるんだったらやってみたいと思うんだったらやればいいしって、
ただコミュニケーションってどちらも言われているので、やはりこの対人関係っていうところは、やっぱりね関わってくるかなってところはあります。そしてここのターコイズっていうのは可能性がすごくたくさんあるんですよね。自分の運気が上昇する、そして成功に向かっていくカードなので、いろんなチャンスがね自分の力でものにしていけるってことが言われてるし、すごくいろんなパワーがあるんですね。まず浄化、心と体を清める効果もあるし、あと自分のメンタルを強くしてくれる、そして成功に導いてくれるし、あとはその自分を癒すことによってネガティブをなくして穏やかさをもたらしてくれるっていうふうに言われていますね。聖なる石としてターコイズって扱われていますので、お守りですね、お守り、旅のお守りとかね昔よくね言われていたんですけど、だからこの自分の新しい門出とか心の旅立ち、もちろん場所を移動するとか旅行するとか、そういうことの守り神の石でもあるから、そう、何か移り変わっていくとか新しいところへ向かっていくのにはすごくとてもいいと思います。そしてターコイズっていうのは結構ねアクセサリーでも取り入れやすいですし、逆にねこのシトリンっていうのも、品があってアクセサリーの中でもよくね使われてる石でもあるから、どちらの石も取り入れてみるのもいいかなと思います。割とポピュラーなので使いやすいと思います。そしてこれねチャクラもすごくたくさんあるんですよ。もちろんね星座もたくさんあるんですけど、チャクラ1456って入ってますね。いろいろありますよ。チャクラね、一番目のチャクラっていうのは、土とかを感じさせる色、自分のベースとなるもの、生命力とか、あと健康、住まいとかも表しています。そして4番のチャクラは緑色ですね。ハート、心のチャクラなので、愛情とか、あと感謝、リラックスっていうのも表してるし、5番のチャクラはここにもありましたね。ブルー系の色、喉のチャクラ、コミュニケーションとかを表しています。で6番のチャクラっていうのは深い青色で、眉毛、眉の間、眉間のところに出ているもので、これはインスピレーションとかね、そういう直感とかも表しています。はい、すごくたくさんここねチャクラが集まってきているので、すごくこのね22番ターコイズのカードっていうのがいろんな力が入り込んでるんですね。そう、あの自分の気持ちに偽りなくいればいいと思います。そうですね、こっちはどっちかっていうと周りからもたらされる、吉報とかチャンスとかに恵まれたりとかして、そこの中で周りからもたらされるものをきっかけに自分でどうやってうまくねやっていくかっていうところもあるし、こっちはどっちかっていうと自分自身に素直になっていくことで、それも自分を変えていく、自分で天気をつかんでいくことのキーワードとしてもあります。休みたい時は休むし、やりたいことはやっていくしっていうところがある。そして継続していくっていうことがやっぱりキーワードとしてあるかなっていうところがありますね。はい、でそれで今このことであなたが受け取るもの、変わるものをもらっていきました。そしてでは全体的にあなたのその天気、ただすごく今いい状態でもいるし、確かにねいろいろ今あなたに足りないものだったりとか、今あなたが乗り越えることっていうのが出てきていますけど、やっていける、乗り越えていける、この6ヶ月間の流れが出てきていますし、割と早い段階で新しいチャンス、天気っていうのが訪れてきて、そこに向かってあと進む、受け取るっていうね、ちゃんとした流れが出てきていますので、今何も変わらないんじゃないかとか、どうにかしたいって、なんか何でもないような日を過ごしてる気がするとか、そういう方でも必ず大きな天気がやってくるので、それに向かって今あなたができることを一つずつやってみてください。あとはそうですね、なんかねカードをもらっていきましょう。ではこのね今たくさんねカードを出しましたので、ここのカードの他にじゃあルノルマンから最後1枚もらいましょうか。ただねシトリンっていうのは太陽を表している石なので、太陽を見るってこともいいかもしれないですね。日光浴とかね、あとは黄色とかターコイズブルーとかもいいですよね。
気分転換にどこかに出かけるってこともいいかもしれない。ターコイズ旅行の石なので。はい、では1枚もらっていきましょう。3番船のカードが出てきていますね。船は進んでいく、行動に起こしていこうっていう風に言われてる。もうね、いろんなことありますね。だってこう人生っていうとても大きな海を、あなたは今船を漕いでます。航海してるんですね。海を渡っています。とてもね、果てしない海ですよ。その中でこう荒れたりとか穏やかな波になったりとか、海にも様々な、ね、表情があります。そしてあなたの進む方向も、もうスピードアップする時もあれば、少しね迂回する時もあるし、ただ進むってことは変わりない。時間が流れていくのと同じように、あなたもその時間に沿って生きているし、あなたの時間も流れていくし、成長経験っていうのもね、すごく積み重ねていくものですよね。だから自分がこう変わっていくこと、学んでいくこと、向かってる、進んでるんだって、生きてるんだってこと自体とても素晴らしいんだよってことね。何事も一つ終わって、また次に、また次にっていう風に繰り返し流れていくっていうことが出てきているのと、インナーピース、自分の心の、そう、ピース、平和だったりとかっていうのを表しているので、例えばあれをしなきゃいけないとか、ここはこうでなければいけない、〇〇じゃなきゃいけないとか、何々するべきだとか、そういう風に思う必要はありません。もう少しシンプルに考えていきましょう。あなたの中でどこか心を張り詰めていたのかもしれませんね。自然の中に身を任せて、心が落ち着くことをしてみてください。心を豊かにすることをやってみてくださいね。自分がやりたいこと、そして心が豊かになっていけば、すべていい方向へ向かって進んでいけますっていう風に言われていきますね。これもね、泳いでる魚、鯉かなの絵柄ですし、進んでいくね、波、海、水辺っていうのが共通してこの2枚から入ってきてるので、このね、波っていうのがね、心の波を穏やかにすることだったりとか、波に乗っていくことかもしれないし、いろんなね、言葉の使い方ありますよね。いまいちピンとこなければ、本当にね、こう穏やかな水の中に自分の体を沈めてみる、こういうふうにね、お風呂に浸かってみるとか、そういうことでもいいと思いますよ。はい、ぜひいろいろやってみてください。今回はもう間もなく訪れる人生の転機、それはどこで訪れるのか、そしてそのことによってどう変わっていくのかっていうのをかなり深掘りして見ていきました。具体的にね、見ていきましたね。で、この1番をお選びいただいた方は、今あなたの状況、エネルギーがいいっていうことと、ここから先半年間の間にすごく、とてもいい意味ですごくね、流れが良くなっていって、そこから自分が上昇気候にあるっていうこと、掴み取っていくものがあるっていうことも出てきました。ぜひそれを実感する6ヶ月間になると思いますので、いろんなことやってみてください。そうですね、ここね、4ヶ月目で豊かなものを受け取るっていう風に言われてます。それに向かってやっていく3ヶ月間っていう風に捉えていただくといいかなと思いました。はい、以上1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またいつもね、コメントや高評価本当にありがとうございます。励みになっています。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはですね、間もなくあなたに訪れる転機について見ていきます。はい、いつどんな形で訪れるのか、これを見ていきましょう。まずは今のあなたのエネルギーの状態を見ていきます。このオラクルカードは正逆採用するカードです。今回タロットカード、オラクルカード、その正逆採用したりとか、正位置のみとか様々ありますが、組み合わせながらやっていきますね。はい、ではこちらシャッフルするところからやっていきます。
転機というものは人生の中でたくさんあります。今回はもう間もなく訪れる転機について見ていきます。全体を通して見ていきますので、恋愛、仕事、対人関係、お金の流れとか、どこでその運気の流れが変わってくるのか、それを見ていきますので、そのご自身に当てはまるところを受け取ってご覧ください。もしかしたらこのリーディングの内容によってはもう限定されて恋愛っていう風に出てくるかもしれませんし、あとはお仕事とかね、お金とか健康っていうところで限定的に出てくるかもしれません、ね、どんな形で出てくるのかちょっとまだわからないんですが、今回かなり深掘りして見ていきますね。はい、ではもらっていきます。今のあなたのエネルギーの状態です。はい、逆で出てきていますね。クリア、逆位置。自分の手につかみ取っていないっていう風に感じているのかな。単純に今見て取れるのが、自分のものにできていないとか、今なんかね厳しい状況にいるってあなたが感じているかもしれませんね。まだ自分の心の扉、そしてこの先の扉、道っていうのがまだ見えていなかったりとか、開けられていないような状況、まだねエネルギーが前に向かって流れていっていないんですね、詰まってる感じです。たくさんエネルギーが今出ているんですが、それが今ね外に向かって出ていないような状況なので、あなたの心も行き詰まりを感じていたりとか、周りの状況に対して今自分が厳しいところにいるっていう風に捉えられている方いるんじゃないかなって思いますね。何かね目標にしていたものが自分の中ではねクリアできないっていう風に思っていたりとか、予定していたことが突然ねこうなくなってしまったりとか、約束破られたりとか、何かそういうことが続いているとかね、そのことで自分にこうついてないなってそう思うんですよね。最近私ついてないとか、いいことないとかね、そういうこと、ラッキーがついてこない、幸運が自分に今ないってことですね。ついてないっていうのはそうですね、何かね時間をかける必要が出てくるっていう風にこのカードから伝わってきます。今あなたの心の声よく聞くことが大事になってくる。今それがね聞けないようなあなたの今体の状況っていうのが出てきています。その周りの状況と体のエネルギーと心のエネルギーっていうこの3つのこの関係性っていうのが今違う方向を向いているので、それであなたが自分の思うようにいかないとか、思っていたことがダメになってしまったことが続くとか、なんかね幸運と逆のことですね、ついてないっていう風に自分が感じてるんじゃないかな、物にできていないっていうのがね出てきていますね。今そのことに気づいていければね、このただねこう線がしてあってこのエネルギーを放出していくところのこのね出口のところに今蓋をしてある状態で、その蓋を外してしまえば、あとはエネルギーがうまい具合に流れていくから、まずその詰まりを、取っていこう。でその詰まりがどこにあるのかっていうのを見ていきましょうね。今そういう状況、流れたくても流れていけない詰まってるようなエネルギーを感じます。はい、では今あなたが変えたいと思っていることはどんなことなのか、そして今のあなたに足りないエネルギーは何なのかっていうところも見ていきます。ではジプシーカードからまずもらっていきます。ジプシーカードは正位置でもらっていきます。はい、まず正位置でもらっていくので、自分自身だって言ってますね。これは
自分を表すカード、少しねなんかこうイメージ的に似てますよね。そう、本当に何をやってもうまくいかないっていう風に感じてるんじゃないかな。自分の中に壁を感じるっていうか、ハードル高いことたくさんあるとか、難関続き、なんかねこうパッとしないとか、こういまいちうまくいかないとか、自分らしさが発揮できていないっていうのがここ2枚から、とても感じられますね。であとは、これねマネーのカードが出ていますね。マネーといってもいくらかのお金ってことなので、すごくたくさんあるわけでもない、あるにはあるんだけどっていうところのカードね、結構細かく出てきていますね。そしてねワンちゃんのカードが出てきています。これはそうですね、ワンちゃんともいえど、自分の心の在り方とか節度っていうところも表しているのかなと思いますね。これね何かね、こう十字架の前でずっと待ってるワンちゃんなので、日本のお話で言えば忠犬ハチ公みたいな感じで、帰らぬ主人をずっと待ってる忠実なワンちゃんのことをここを表していて、そういうね意味合いも出てきているので、ここなんかねこう複雑なところがあるかな。そうですね、例えば自分にとってこうもうすでに終わっていることだって分かっていても、信じてやまないことがあったりとか、現実から目を背けていたりとか、で悲しいことを知りたくないとか感じたくない、理解したくないから、ただ自分の信じてる気持ちを大切にしておくっていうこともある。でその他にはそう、自分がこう守っていくんだっていう強い気持ちがある。別に亡くなったとか失ったとかじゃなくて、過去のことじゃなくて、今自分がこれを貫き通していきたいとか、自分の信念っていうのをしっかり持ってるってこともあります。ここねありますね。これ今この2枚に対してこのカードと、あといくらかのね少しだけとか、まあそれなりにみたいな感じのカードが出てるから、なのでここから感じるのは、確かにすごくどん底じゃないけどね、いろいろ不運はあるけど、まあよくね言われてみればまあまあの生活してるような気もするし、まあ逆のことを言えばパッとしないってことですね。刺激がないし安らかさもないし、なんとなくの生活とか、自分に足りないものがあって、もっと上を目指していきたいんだけど、でもそれでも今の現状にどこかしら自分がね満足というか、何かこう求めるっていうよりは、今の現状を受け入れてるような感じで、そこからじゃあ何かしなきゃとか、そういうことは何かこう自分から発することが今できていない、なエネルギーが詰まってるからね、エネルギーを出していきたいっていうことすら今感じられていないとか、ほんのわずかなものを自分の心の中に残しておいて、あとはなんとなく生活過ごしているとかね、ちょっと変えたいなってふわっとは思ってるんだけど、じゃあ実際どうするのってところになると、何か足りないものがあるな、自分自身のまだ気持ちが、なんて言うんだろうな、湧き上がる気持ちとか立ち上がっていく力とか、なんかねそういう行動に何か移すっていうところまでが、まだそこまでねこう湧き上がるものが出てこないっていうのが、このカードから出てきていることと、ごめんなさいね今カード叩いちゃった、ごめんなさいね、優しくしなきゃ。であとこっちのカード、何か待っているっていう感じもするし、それはその嬉しいことがあったらいいなとか、自分の人生変わったらいいなって、今このテーマがね天気について見てるから、天気を待ってる、そうきっかけを待っているっていう、ただ悪い意味で言ったら待ってるだけっていう、ただいつか変わるんだって信じて待ってる、待ってるだけの姿勢、こういう他のカードと合わせてみると、
ね、自分で立って走ってね、掴み取っていこうっていうところまではいかなくて、どっちかっていうと、いつかやってきてくれるだろうとか、いつか変わる時が来るだろうっていう感じで待っているのかなとか、あとは何か心残りがあるから動けないってこともあるし、どちらかかなっていうのがある。ただそれはあなたの今の状態が少しね、こう自分らしくないというか、本当にね、まっすぐと今あなたらしさのエネルギーが流れていない状況だからこそ、そういう日々を送っていたりとか、もっとねエネルギーが流れていれば変わっていくだろうし、自分自身を変えていけるというか、待ちの姿勢だけじゃなくて、待つプラスアルファが出てくるみたいな感じで、どこかしらアクションが出てくると思うんですね。このまず蓋を外していくことっていうのが、この2番さんの鍵となっていきそうですね。そして足りないものっていうのはやっぱりアクションだったりとか、自分のこの立ち上がる力っていうね、このアクションですね、そこかなっていうのが出てきていますけど、もう1枚なんかね、どこからかカードをもらっていきましょう。ではこのカード、タロットカードを正位置で見ていきます。あなたに足りないものとかをまず補うもので1枚もらっていきましょう。でも、ただね、こうそういう不運が続いてるというか、ついてないって、最近の私ついてないなって感じる方多いんじゃないかなと思いますね。で、1枚飛んできたのでこれもらっていきましょう。これはペンタクルのないね、はい、あの街ですね。豊かになりたいんですけど、じゃあ自分の力で全て全て変えていけるのかって言われたら、そういう風に聞かれるとはっきりと自信持ってうんって言えない、でもそれはね、皆さんそうですよ。だからそうやって動けないって認めることは悪いことじゃないし、おかしいことでもない、当たり前のことです。だけどね、やっぱり受け身っていうところがあるかなっていうところあります。自分に豊かさをもたらしてくれる人が出てくれたらいいな、現れてくれたらいいなとか、好きなお相手の方から動いてくれたらいいなとか、どちらかというと自分が与えてほしい側、もらう側でいたい、っていうチャンスの方から転がってきてくれないかなとかっていうところがあるかな。あとはマイペースっていうところもあるので、自分のペースがあるからそのペースに従ってやっていくんだって。だから今は待ちの姿勢をとってるけど、チャンスが来たら動く時があるんじゃないかなっていう可能性も自分の中で感じてるんじゃないかなって思います。そしてあの本心を見ていくと、豊かになっていきたい、今以上にね、たくさんのお金が欲しいし、いろんなものに囲まれたいし、自分の心の中を訪れてくれる好きなお相手がいてほしいしっていうところもある。自分が綺麗になりたい、綺麗な自分を映してくれる鏡、自分自身綺麗になりたいとか、そういういろんな自分が豊かになることっていうのが想像されている、頭の中で、心の中で、はい、そういうところが出てきていますね。別に待つことが悪いとかあなたの中で感じていないし、もちろん私も感じていません。はい、今の自分はこうなんだっていうところにあなたがいる。別にそのことが嫌だっていうふうに感じていらっしゃらないのはあるんですね。ただこの自分の今こうついてないなっていうふうに感じていたりとか、もっと豊かになりたいっていう気持ちは確かに存在しているっていう現状が出てきています。ではここに対して、まず一番最初に今この動画を見た瞬間から6ヶ月どのように流れていくのか展開していきましょう。それはこちらのカードからもらっていきます。これもね、全部ね正位置で見ていきますね。何かストレスとかをアルコールとかで発散させてる方がいらっしゃるのかなと思いました。いや、アルコールが悪いわけではないですよ。飲みに行って友達とは楽しく飲んでパーッとやってストレス発散していたりとか、家で一人で飲んで映画見ながらね、ワイン飲んだりとかして泣いたりとか、一人でねやっていて、そこでスカッとさせていたりとかっていう、どこかこのお酒っていうワードが入ってくるんですよね。
自分のこう空いた心とか何かを埋めるために、アルコールっていうところが出てきているかな、楽しく飲むのが好きとかね。はい、では6ヶ月間の流れを見ていきます。今これふわっとなんかアルコールっていうのが入ってきたので、別にそうじゃないよって方は軽く受け流してくださいね。まずカップのページが1ヶ月目に入っていること、そして、2ヶ月目が、おカップの9が入ってる。2ヶ月目にすごく大きな転機がやってくるんじゃないかなって。もうねカップの9ですよね。ではこれが3ヶ月目です。3ヶ月目がソードの5番が入ってますね。そして4ヶ月目がデビル逆位置、はい、そしてこれが5ヶ月目です。5ヶ月目がラバーズが入ってますね。ここもいいですね。はい、そして最後6ヶ月目がワンドのページ、はい、入っています。そうですね、この2番をお選びいただいた方っていうのは、こう全体的にっていう流れがあるかなと思います。例えばお仕事とか、お金の流れとか自分の体のこととか、何か一つのことに特化してるわけではなくて、全体的にうまくいっていないとか、例えばねお仕事もなんとなくやってて、刺激が特にない、だけどお給料もらえるし生活したいから、生活していかなきゃいけないから続けているけどっていうところがあり、そして恋愛もなかなかいい出会いがないとか、昔の人を忘れられないとか、なかなか恋愛が進展していかないとか、自分らしくやっていけないとか、でそしてね家に帰ってきてお酒飲んで好きなことやってとか、友達と遊びに行って、気晴らしに週末お酒飲んだりとかしてとか、お酒にこだわらずともね、友達とおしゃべりして楽しく過ごしてはいるんだけど、でも何かね足りないところがあるって、自分でねなんとなくうまくいってない、約束ドタキャンされたりとか、仕事でちょっとしたミスが続いたりとか、なんかちっちゃいことなんだけど、そういううまくいかないことが重なっていくとか、そういう日々っていうのが入ってくるので、なんか全体的に、例えばここはすごくいいんだけど仕事だけがうまくいってないとか、そういうのじゃなくて、あちこちからポツポツとついてないなって思うことが出てるんじゃないかなっていうのがある。そしてそれを満たしてほしいとか、埋めてくれる何かが欲しいっていうのがあって、その上でこの6ヶ月間見ていくと、全体的にこの流れもね変わっていってるんですね。だからこの6ヶ月の流れを見ても、例えばね恋愛で結ばれるとかうまくいくとか、そういう流れじゃなくて、どちらかというと自分自身の成長だったりとか、学びとか、自分が変わるきっかけが出てくるとか、そういうことがこの流れから出てきているんですよね。もっと自分が、例えば経験を積んでいく必要があるなってあなたが感じるんですよ、自分でこの半年間の間ですね。そして自分の心が豊かになれることをしていきたいってまず感じるし、そしてこの2ヶ月目にすごく大きな転機がやってきて、あなたが今考えていること、うまくいってないなって思うことがすごくうまく順調に流れ始めていくんですね。そしてカゴの中から出てきているので、多分すごくね今まで窮屈だった思いとか、あとは蓋をされていたエネルギーがここでやっと循環し始める、蓋が開いて放出していくんですよね。流れがうまくね出てくる、あなたのエネルギーっていうのが外部に出ていく、やっとっていう感じがするんですけど、でも3ヶ月目とかを見ていくと、3ヶ月目ね、でもそっか、3ヶ月目はあれだ、ようやくここでエネルギーの放出ができて、これ何も色のないカードで、このタロットカードはこのソードの5、このカードだけが
色がついてないんですよ。他のカードは全部色ついてるんだけど、これは一色でしか書かれていなくて、色のついていないカードっていう風に表現されてるんですね。で、これ色がないなって一瞬思ったんですけど、違うんだ。あなたが色づいていくっていう3ヶ月目になるんだ。そうだそうだ、そういう意味だ。うん。で、もしあなたがね、今まで自分のエネルギーが今蓋している状態、それがもし変わらなければ、あなたは本当にこういう状態になっていたと思う。立ち上がる気力もなくて、剣を拾うような余力もなくて、ただうつむいて下を向いて、色のない世界、色のない心で過ごしていたのかもしれない。でもそれがここで変わっていくから、色をつけていける自分で。そしてデビルも出てきているので、その自分自身を解放していくんですよね、ここで。ありのままの自分の心の声とか、ね、あとはやりたいことが見つかってくるとか、あとは、その、囚われていたこととか、過去のことかもしれない、忘れられないようなことが、ようやくここで、自分のね、苦しめていたことを手放していける。もうこれは、大切なことだったんだけど、今の自分にはこれはね、もう一つの経験として積み重ねたから、あとはそれ以外のところはね、もうやっとここで手放していけるんだって、解放させてあげるんだっていう気持ちになれるっていうところが4ヶ月目で出ていることと、で5ヶ月目になるとラバーズが出てるので、例えばもう分かりやすく恋愛でパートナーが見つかるとか、パートナーシップが築けるとかで、恋愛だけじゃなくても自分にとってのより良い生き方、選択ができる、選び方ですね、うまい選び方、とてもいい選択ができるから、ここも転機として入ってくれますね。ここの他にここもいいと思います。もちろんここもここもいいんですけど、ガツンってどこですかって聞かれたら、カップのナインかラバーズかなっていうところはあります。誰かと協力して何かを成し遂げることだったりとか、パートナーシップ、ね、お友達ができるとか、とてもね、気の置ける親友ができるとかね、恋人だけじゃなくて、そういう大切な存在ができるとかね、そういうのが言われているので、ここも何か人の出会い、つながりっていうのが出てきます。で、そしてね、この1ヶ月目、そして6ヶ月目、最初と最後なんですけど、あなたの中で試される時がやってくるんじゃないかなっていうのが出てきています。何を試されるのって言ったら、自分自身の心だったりとか、まず最初は多分そういうところかな。自分がどこを向いてやっていけばいいんだろうっていう、なんとなくパッとしないとか、ついてないとか、そういうところにちゃんと目を向けて、じゃあどうしていくっていう方向性をちゃんと決めるとか、立てないって、今そういう力がないとか、座ってるんですよね、結構ね、これもそうだし。そのままだとあなたは多分色のつかない生活で座り込んじゃう未来がここで出てきてる。でもこれはね、色がつくから大丈夫ですよ。この1ヶ月目、2ヶ月目の間で、あなたはとても大きな転機を迎えるので、3ヶ月目、これね、色がつくので大丈夫ですよ。はい。安心してください。ただ、その中で、自分が変わるきっかけとか、変わっていくこととかはある、掴み取っていけるものもあるんだけど、あなたがそのために目指していくものとか、目標とか、乗り越えるものっていうのが、課題として入ってくるかなと思います。まだまだ、これからっていう感じもするし、もっともっとあなたの力、才能を伸ばしていける可能性が広がっていくっていう風に受け止めていただくといいと思う。それに向かってあなたがどう取り組んでいくのかとかっていう、やる気が出てきたりとか、気持ちが芽生えたりとかっていう風に捉えていただくといいかなと思います。何も無理することなく、あなたが学んでいくこと、積み重ねていくものっていうのが明確に出てくるんじゃないかなって。これをしたいとか、そういう6ヶ月目になっていると思います、最終的にね。まだまだ今の自分には満足できていないんだって、だけど何かを届けるためにとか、自分でこれを叶えるために、今すごくね、燃えているって、色がついてるっていう風に言われてるから、立ち上がろうとしているし、動きがここで出てきているんですね。
いろんな人に支えてもらってるっていう風に感じてるんじゃないかな。割とこのあたりってなんかこうどこか一人ぼっちだったりとか孤独感を感じていたりとか物足りなさっていうのあったんですけど、後半あたりかな、このあたりでかなり他者とのつながりっていうのを感じられたりとか支えっていうのが入ってくるので、本当にあなたが与えてほしい、できるんだったらチャンスの方からやってきてくれないかなとか、好きなお相手の方から寄ってきてくれないかなっていう風な望みがこのあたりで、あなたのを満たしてくれるんじゃないかなっていうのが出てきています。なぜ満たしてくれるかっていうと、あなたが詰まっているものを解放していくからってことが言われてるんですね。はい、まず1ヶ月目、ここですね。ここ何か転機を迎えるためのまずここが入り口としてあるかなと思います。自分の転機に向かって、そう、ここを、受け取るものあるから、それに気づくとか感じるとか、そういうことかな。そうですね、後ろ振り返ると見つかるものがあるよとか、今こう一つのところしか見えていないとかあるかもしれないけど、ここ開拓する期間ですね。いろんなことを、チャレンジできるんだったらチャレンジしてもいいし、受け取れるものがあるんだったら受け取ってもいいし、やってみたいこととかいろんなことを感じる、無気力な感じもするんですね。行き詰まっているからどうしていいかわからないとか、エネルギーをどう使っていったらいいかわからないとか、逆流してくる感じですね。こうしたいと思ってることがそうじゃない形で返ってくるとか、だからついていないっていう風に感じてるとか、なんとなくパッとしないとか、そういうことを、そうですね、なんて言ったらいいのかな、どうやってやっていったら変えていけるのかってところに集中できるんだったらそれがいいんですけど、でもそうやってすぐそう切り替えられるかって言ったらそうでもないから、まずはいろんなところ触れていこうってことが言われてるんじゃないかと思います。芸術ってかなり自分の五感を磨いてくれるものでもあるんですね。なのでアートです、映画、読書とか目から入ってくる情報でもいいし、ね、映画みたいな感じで漫画とか映画、小説でもいいし、あと音楽、耳で聞いて感じることとかね、音楽が流れているレストランに行くとかコンサート行くとか何でもいいですよ。音楽家で聞くとか、あとは目で見る、耳で聞く、鼻、香りを感じる、お花の香り、桜の香りとかね、あと自分でお花を買ってきて家の中香りで満たしてあげるとか、お花じゃなくても、お部屋の芳香剤とか何か香りのするものを意識して取り入れてみるとか、そしてあとは舌、口ですね。だから食べるもの、美味しいもの食べる、飲むとかね、もう好きなように自分の美味しいと思うことを思う存分楽しんでみるとか、でそこで人との交わりっていうのが多分出てくると思うんですよ。今のあなたに足りないものって、自分の心を満たしてくれることもそうだし、あと人とのつながりってところも、どこかあなたの中で諦めていたところも、諦めてるというか、新しい関係を増やそうっていうことをしていないというか、今いる人たちはすごく大切だけど、これから先出会うところっていうのはあまり期待していないっていうか、そういうところもある、それがね、悪いわけではないんですよね。別にね、広く浅くじゃなくて深く狭くを求めている方もすごくいるし、私もそのタイプだから深く狭くでいいと思うんですよ。ただこのカードを見ていると、あなたにはね、もっともっとこれから出会う人が出てくるってことが言われているので、そう、何かね、人が関係してくるっていうのが入ってるんですよ。それが今までお付き合いしていたお友達から誰か紹介されてもらって幅が広がっていくのかもしれないし、自分がね、映画好きで映画館通ってったらそこで同じ趣味の友達ができるとか、何かね、いろんなその五感を通して新しい人との出会いが出てくるようなイメージがここで入ってくるので、だからといって無理してね、誰か紹介してとか誰かに会うためにどこか行かなきゃとかじゃなくて、自然とそういう流れになってくるっていうのがこの6ヶ月間で入ってきています。
でその方から学ぶことがすごくある、刺激を受けるとか、その人の生き方に憧れたりとか、じゃあ私もそうやって習ってやってみようとか、その人と一緒に何かお勉強しようとか学んでみようとか、それはお料理教室とかジムかもしれないし、いろんなことやってみようっていう風に気持ちが変わっていくんですよね。それで自分の心が色がついてくる。色をつけるためにはまず何をすればいいかって言ったら、一番最初に自分が五感に触れるようなことをすることなんですね。そして五感が鋭い人ほど人の気持ちを読むのがとてもね、うまかったりとか、そのアートから感じることって、その触れれば触れるほど、いろんなものにね、触れていけば触れるほど、いろんなこと感じやすくなるんですね。それはそのね、よく私も聞くんですよ。私が、そういうお仕事に携わっていたりとかっていうこともあるんですけど、割と私の周りっていうのはクリエイティブな活動してる方が多くて、でやっぱり皆さん言うのは、そういう自分の五感に優れてること、クリエイティブっていうのは、その例えば飲食店をやってる方もいるし、何か作品を作ってる方もいるし、ね、映像を作ってる方もいるし、いろんな方がいるんですけど、共通して皆さん言うのは、その自分の五感を磨くというか、豊かにしていくというか、だからみんな好きでやるじゃないですか。食べたい、美味しいもの好きだから美味しいもの食べに行くとか、映画が好きだから映画いっぱい見るとか、なんかね、そういうことやってると、おのずと伝わってくるものがあるんですって。で、そういうのが磨かれていくと、相手の気持ちが伝わりやすくなったりとか、例えば、誰かが発してる言葉が、もうそれがエネルギーとして感じるって言うんですよ。だから顔を見るだけで、あ、この人昨日なんか嫌なことあったんだなとか、何かこの人最近疲れてるなっていうのを感じやすくなったりとか、もちろん自分自身の状況、メンタルとかも感じやすくなる、伝わりやすくなるんですって。だからその感じるためにも、自分のこともそうだし、相手のことを感じるためにも、五感を磨くことっていうのが結構ね、大切なポイントになってくるっていうのをよく聞くんですよ。だからストレス発散のために皆さんやることって、多分自分の五感に関することをやられてると思うんですね。音楽ね、カラオケ行くとか、発散するとか、音楽聴くとかね、映画見て泣くとか、いろんなやり方で皆さん多分五感使われてると思うんですよ。で、あなたも今自分の中でやりたいことでいいですよね。美味しいお酒飲むとかね、聞き酒とかね、食べ比べとか、何でもいいんですよ。あなたの中でこう今やってみたいなって思うこと、いつもなんか食べ物ばっかり集中してたから、ちょっと香りでちょっとね、新しい香水買おうかなとか、柔軟剤買えようかなとか、そんなぐらいでいいと思いますよ。そういうところからなんか変えてみるとか、ちょっと自分に刺激取り入れてみるとか、そうするとどんどんと色がついてくるっていう風に、こう流れで出てきています。そういうことを学ぶのかな、磨いていくのかなっていう半年間ですね。で、その五感に関するところで、自分の心が解放されたりとか、人との出会いがあったりとか、友達とお食事ね、楽しくやってたら、そこで新しい発見とか学び、出会いとかにつながっていくっていうのが出てきています。とにかく五感っていうのを今こう優先的に考えてやってみて、で感じることがもしあれば、そこが転機になってくる。で、色がついてきて、自分の心がだんだん解放されて、人との出会い、つながりっていうのに出てきます、つながってきますよって。それが結局自分がどういうふうに、じゃあこの後やっていこうとか、自分の何かね、学びに対する情熱がここでね、最終的に出てくるよってことが言われているので、この半年間、あなたが五感を通じて学ぶことっていうのが入ってきていますね。はい。では、半年の様子見ていったので、では、天気はね、多分ね、この2ヶ月目とか、でもね、たくさんあるんですよ。あなた次第で多分ね、どこもすごく天気があるっていう感じがするんですけど、まあでも2ヶ月目、5ヶ月目、まあ、4ヶ月目とか、まあどこもいいんですけど、まあね、でもこのあたりがいいかなというふうには感じますが、まずこの6ヶ月間、自然のまま流れていくと、どのような天気が訪れるのか見ていきましょう。では、ルノルマンカード、正位置で取っていきます。
何かね、あなたの心を満たしてくれるものとか、心が解放されていくとか、それが割と早いうちに出てくるんですよね。自然とあなたが五感に触れるようなことするんじゃないかなっていうのが出てきています。では、まず自然の流れに身を任せていくと、転機となるのが13番子供のカードです。童心に帰るっていう感じですね。このカップのページと少し似てるかなと思うんですけど、自分の経験を積んでいくことだったりとか、もちろんね、子供って純粋な気持ち持ってるから、純粋な気持ち大切にするってこともそうですよ。あなたが今楽しいな、やりたいなとかっていうワクワク感とか、そういうのを大切にする、夢見る気持ち、これとても大切ってことも言われてるし、あとは子供ってやっぱりこう体が大きくなったりとか、経験積むことによって大人になるにつれてね、いろんなことね変わっていくじゃないですか。その経験を今積む時なんだよってことも言われてると思うんですね。そしてあなたがね、自分自身を変わっていく、変えていくというか、アクション、行動に起こしていくっていう気持ちが湧き上がってくるって、座り込んでられないなって、動いていこう、誰か友達と一緒に何かね、誰かと一緒に何かやっていこうっていう風に思えるようになるっていうのが入ってきてますね。そしてそれが転機となって現れてくる。はい、何かね、自分が何かを始めるとか動くとかね、それがきっかけってことが言われていて、あとは、もちろんね、子供っていうカードだから、子供っていうのがキーワードになるかもしれない。子供が好きそうな映画とかね、あとお子さんっていうそのままのそのワードが入ってくるかもしれないし、あの子供がたくさん集まるような遊園地とかね、そういう場所に何か転機になるようなことがあるかもってこともあります。そしてあとまたカードもらっていきましょう。あとはあのキーパーソンになる人物があるのかとか、人物じゃなかったとしても具体的にどういうことが転機になるかっていうのは、このタロットカードで、これは正逆採用で見ていきます。はい、では見ていきましょう。これ正逆取りながら、どんな人物でとか、どんな時にみたいなことを具体的に見ていきます。はい、あ、ソードの6がある。これはね、このあなたが動いていくっていうのが出てきていますね。あの転機としては、あのキーパーソン、誰かが例えばね、きっかけになるとかじゃなくて、自分自身がきっかけを作っていくんじゃないかなって。これは新しいところに自分が、自分の守るべきもの、存在と一緒に向かっていく、あなたの力で新しいところへ行くってことを表しているんですね。だからこれはあなたの力、しかも立ち上がってる、座ってない。ただ割とこれ早いうちに来るんじゃないんですか。1ヶ月目にも来るんじゃないかなって思いますね。割と早いと思います。あなたが動こうと思ったら、もうすでに動き出してる船ですよって。あなたが漕ごうと思ったら、もう漕ぐスピードも速くなるしっていうのがあるし、あなた一人じゃないよってことが言われてて、やっぱりお子さんがここにいるんですよね。純粋な存在、あなたの心の声とか、心の中の自分、本当はこうしたいっていう純粋な気持ちとかね、社会のルールとかにとらわれない、もうそんなの知らないから子供って、社会のルール知らない、そんな法律とか知らないから、本当に自分の遊びたいところでね、公園とかで遊びたいように、いつも遊んでるように、自分の本当にやりたいことを、この気持ち、子供心を忘れずに自分が動いていくんだって。あとは守るものがあるとか、それは好きな人とかお友達かもしれないし、誰かをね、守って一緒に行くって言ってるから、自分一人じゃないってことも言ってるから、だから友達と一緒に遊んでいたら何か大きなきっかけが出てくるとか、そういうこともあるのかなと思いました。ただなんかね、後ろ振り返らないでって言ってるように感じるんですね。なのでどこか自分の中で後ろめたさが今感じてらっしゃるとか、忘れられないことがあるとか、
それはねトラウマかもしれないし大切に思ってるものかもしれないし、ただねそれは大切に思っていることだったらそれはとてもすごく大切でありがとうっていう気持ち持ってねって、ただそこにとらわれている自分はもうねここは感謝してあとは置いていけるものは置いていくんだっていうのが出てきていますので、具体的に何かこうパッと分かる方いらっしゃればそのように行動されてみてください。それが多分すごく大きなきっかけとなって変わり出していくと思います。割とこれ早いうちにあなたが動き出していく、ね、感じ始めていくことがあるのかなっていうのが出てきています。具体的な数字ももらっていきましょう。今この自然の流れで見てますけど、ただこの自然に身を任せてもあなた自身がおのずと動くでしょうっていうふうに言われていて、6ヶ月間を通して具体的なラッキーナンバーをもらっていきます。はい、10番です。うん、はい、10ですね。かなりなんかこうやっぱりこうお友達とか多分ねお仕事関係っていうよりは友達っていうのが、うん、大きいかなと思います。グループですね。友達も一人じゃない、二人三人とか、うん、なんかねこう集まりチームみたいなものが多分できると思う、もしくは今もうすでにあるとかね、それがすごくあなたにとって心豊かにしてくれるとか、この集まりに参加しているとそこで新しいものに出会えるとか、その集まりっていうのがねかなり入ってきています。あとはここをそうですね、この花、この花あなたに警告してくれてると思います。イラクサ、花言葉は誰かを批判したりすることっていうのが入ってるんですね。うん、もっと簡単に言うと批判、あと陰口悪口とかっていうのがあるので、どちらかというとこれあなたがそこの中に入っていかないっていうのがある。何かねやっぱり人が集まってくるとやっぱりこう誰かと誰かが合わないとか、グループの中で亀裂が生じることがあったりとか、誰かと誰かが仲良しになっちゃってそれ以外はなんかねその他大勢みたいになっちゃうとか、そういうことが出てきたりとかもするときに、あの人ってああだよねとかこうだよねっていう、グループって結構そういう話になりがちじゃないですか。同意を求めたがるというかね、賛同者が欲しいとかそういう心理からそういう話になったりしますよね。社内の噂とか近所の人の噂とか、なんかそういうの人ってやっぱりゴシックとか好きじゃないですか。ゴシップが好きじゃないですか。噂話が好きだったりするところがありますよね。そこに惑わされないとか、自分がそこに入っていかないっていうのがあるかな。流されないってこともそうだし、うん、自分の向かいたい場所に向かってまっすぐに進んでいくから、周りのなんかね誰かのこと悪く言う人とかもいると思うんですよ。あなたのことを悪く言うんじゃなくて、あなたに対して丸々さんのことどう思うみたいな、あの人ってさわがままじゃないみたいな感じで陰口大会みたいな、井戸端会議みたいなのがある。もしそういう瞬間にあなたが居合わせることになったら、適当にその場ね、流しといてください。そこになんかこう入っていったりとか、周りに合わせようと思って私もそう思うとか言っちゃうと、それ後々あなたのエネルギーを詰まらせるような原因になったりとか、余計ね蓋をこじ開けづらくなってしまったりもするから、今あなたが一番大事にすること、キーワードになってくるのが周りとの調和とかチームワークだったりとか絆っていうところがあるんですよ。それがすごく調和の取れる方にね向かっていくっていうのがあるので、そこを遮るようなものからあなたは遠ざかっていくし、振り回されないようにするってことを気をつけてねって言われてます。はい、でもちろんあなた自身に対して誰かが何か言ってくることもあるかもしれないけどね、批判とかもあるからし、その逆もあるかもしれない、あなたが誰かに対してそういうふうに思うかもしれないけど、自分がそう思うときはぐっとこらえておく。で、周りの人がいろいろ言って、で、あなたにも、そのね、意見を求められたりとかもしたときも、適当に流しておいて、グレーの状態保っておいてくださいって。
いう感じかな。あんまりこう誰かの悪口言うとかみんなで言い合うとかそういうことには入っていかないようにっていうふうにここで出てきています。では自然の転機を迎えた後にあなたが受け取るものとか変わっていくことを見ていきましょう。あなたは何を受け取りどう変わるのか、でこちらのオラクルカードを1枚でもらっていきます。はい、もらっていきます。アクアマリン、人生の後悔を守る石ね。これね、人生の後悔ってあるんですけど、まさしく今のあなたにぴったりの言葉だと思います。あなたはあなたの世界を前に進んでいく、新しい世界へ向かおうとしている流れが今やってきてるんですけど、ここも、ね、それをね守ってくれますよっていう風に言われています。人魚の宝物、幸せな結びつき、聖なる結婚っていう風に出ていますので、もしかしたら結婚につながるような出会いがあったりとか、そのような交際に発展するとか、ウィッシュカードね、カップの9が入ってるので、あなたにとってとても幸運なことがこの2ヶ月目で舞い込んでくる、そういう流れをつかみ取れるっていう風になっていますので、割とねここいいんじゃないかなと思います。あ、言い忘れましたが、ここ10番っていうのがナンバーとして入ってますので、もう全体を通してこの10っていうのがナンバーです。10日とか、まあ20日30日っていうのもまあ10入るからいいかなと思いますし、10時とかね、10日後、10週間後とかね、そういうのもワードとしてあります。そしてあとはここですね。そうですね、これはもう、星座としては魚座を表していますので、魚座の方、お友達とかね、魚座の人っていうのもキーパーソンとして入ってくると思います。どちらかというとあなた自身の力でとはあるんですが、まあ魚座のお友達とかいればその方から何かもたらされるってこともあると思います。そしてそう、どこか自分がなんて言うんでしょうね、自分の願いを叶えるために置いていくものだったりとか変えていくものっていうのを確実にここで受け取ると思います。あなたが新しいところへ向かっていくから、ここまでは、もうここまでね、お別れだよありがとうっていう風に手放していくものもあるだろうし、自分を変えていくために何か自分の、行動に起こすための振り絞っていく力とかそういうのが出てくるかもしれないし、自分の手放すことと立ち上がる力っていう、行動する力っていうのがここであなたが受け取っていくんじゃないかなっていうのが出てきています。そしてこのアクアマリンっていうのは海の石って言われていますので、水とか海とかそういうの場所とかワードっていうのもいいかなと思います。そして456ってここに数字があるのはチャクラの番号ですね。チャクラ456ってあるので、まず4番がチャクラ緑ピンク、これはハート胸のチャクラです。愛情とか慈愛、感謝、リラックスっていうものを表しています。そして5番っていうのが明るい青、ブルーを表している喉のチャクラです。これは純粋さ、コミュニケーション、真実っていうのも表しています。純粋さっていうと、ここの13番の子供のカードも純粋さを表しているので、子供心っていうと伝わりやすいかもしれません。あまり何にもルールに縛られずに、自分が本当に純粋に楽しむ、やりたいこと、楽しめることっていうのが見つかるよとかね、そういうこともあるかなと思います。楽しくおしゃべりができるとかね、喉っていうのがあるので、声に走っていくこととかね、歌うことっていうのもいいかなと思います。そして6番のチャクラっていうのが深い青、眉間の間、眉毛の間のチャクラですね。これはインスピレーションとか直感を表していますので、やはり自分がいいなって思う方に進んでみるとか、自分の中のひらめきっていうのを大切にされてみてください、っていうのが受け取るものとして入っています。ではこの後も見ていきましょう。ここまでは自然の流れであなたが受け取るものや天気を見ていったんですね。ここから先は自分の力で何か変えていけることはあるのか
っていうところを見ていきましょう。ではそれも同じくこちらのルノルマンカードからもらっていきます。自分の力で変えていけるんだったらそれはどういうところかっていうのをもらっていきます。はい、もらっていきます。14番キツネのカードが出ています。自分で変えていくことは自分自身に嘘をつかないこと、自分をごまかさない、縛りつけない、そういうところかなと思います。そしてあとお仕事っていうのもちらっと入ってくるかなとは思います。あまりこう自分に負荷をかけないことっていうのもある、何でもかんでもいろいろ背負い込みすぎないことっていうのもあるし、ちょっと不器用なところもあるのかなと思いますね。少し、仕事に対してかな。それはそう、周りの人から見たらもうちょっとうまくやれるんじゃないとかいうふうに言われた時もあるのかなって思うんですね。ただそこを変えていけるっていうのが入ってるので、もちろんね、仕事だけではなくて、こう自分自身の心をまずごまかさないことっていうのが一番出てくるので、どこか我慢していることだったりとかね、あえて周りの人に合わせてなんとなく過ごしていたりとか、それはそれでいいと思うところもあるんですよ、あなたの中で。それそうしておけば平和にね過ごしていけるんじゃないかっていうところがあるから、あまり波風起こしたくないっていうところがあるから、あまりね自己主張しないでおこうとか、そういうふうに感じていたところもあるし、でもそれってでも自分の純粋な気持ち、湧き上がってくることっていうのを押さえつけることになっていたりとかっていうところにもつながるんですよね。自分自身をごまかすってこともねつながってくるので、そうですね、ここにちょっとつながってくるかなっていうところがある。どちらかというと自分の本音を全部言ってしまったらみんな引くんじゃないかなとか、いや本心全部見せるのがそれがね全ていいわけじゃないでしょうって、確かにそうだ、確かに全ての人に自分の全てをさらけ出せるわけでもないからね、しかもそれがお仕事関係とかになればなおさらそうですよね。相手に合わせる必要もあるし、それが大人の処世術ってやつですよね。それもあるから、そういう風にしてやっていく人が世渡り上手って言われるのかもしれないし、それがね自然にうまくできてる人もいれば、不器用さんでなかなかねそんな世渡り上手になれたらいいなって思いながらももがきながら、そして周りの人に気を使いながら一生懸命やってる人もいるんですよ。だからそのあなたがダメとかそういうわけじゃない。で周りからねもうちょっとうまくやればいいのにって言われて傷ついたとしても、でもそれはあなたが一生懸命頑張ってる証拠なんですよ。しょうがない。だって大人になったらやっぱり周りに合わせることって必要だけど、必要以上にあなたは自分の気持ちを押さえつけてるところが最近あったのかも。そのエネルギーに蓋をしてるのと同じように、そう自分の気持ちで自分がなんかこうねエネルギーに蓋しようって思ってやってるわけじゃなかったんだけど、結果的にはそういうことを自分でやっていたってことに気がつくんじゃないかな。そこに気がついてその蓋を外してあげれば自分で天気作っていけるし、つかみ取っていける、こっちの他にもねプラスでつかみ取っていけるよってことが言われてる。そしてやっぱり同じようにこう純粋な気持ちごまかさないとか、そういうことがやっぱりねこの気持ちってところが出てきてるので、共通で全てに対して自分のね、じゃあやりたいことやるとかね、こう言いたいこと言うとか、じゃあそうしなさいってわけではないんだけど、少しぐらい解放させてあげてもいいんじゃないって。そういう公の場でも仕事で合わせすぎていたりとか、そういう時でも、それが10個続いたら1個ぐらいは自分の意見言ってみるとか、ちょっとした勇気ですよね。嫌われるの怖いとか、会社の中で孤立するのが嫌だとか、そういう不安もあるけど、
でも実際でもちょっとだけ解放させてあげると今の状態のエネルギーが変わっていくきっかけ自分で作れるよっていう風なのが言われています。ではその他にこの天気になるキーパーソンもらっていきましょう。誰かここに関わってくれる人がいるのか、それともまたこっちみたいにね自分の力に関わってくるのか、あとは人物じゃなくて出来事とか場所っていうのももしかしたら入ってくるかもしれません。それも一緒に見ていきましょう、ね、すごく深くね深掘りしますのでね、今回すごく長いなと感じるかもしれません。はい、見ていきます。あ、ワンドのナイン、ワンドのナイン、そうですね、やはりちょっとね同じようなこと言ってるんですよね。ワンドのナイン、周りのこと気にしていて自分のこと臆病に感じていたりとか、だって傷つきたくないからね、これ以上ほら包帯してるじゃないですか、これ以上自分の心傷つけたくないし痛い思いしたくないんですよ。辛い思いとか苦しい思いとか怖いんですよ。自分の全てをさらけ出すというか、全てじゃなくても一つでも二つでも見せるのが怖いっていうところが出てきていて、だからこれ周りの人が例えばね誰か助けてくれるスーパーヒーローが出てくるとかじゃなくて、やっぱりこう自分の心と戦っていくっていうか、戦うわけじゃないんだけど、どっちかっていうと守りの体勢とか動かないとか、動くと痛い目見るのが怖いから動かないんだとか、そういうところが今あるけど、もし自分でねこの自然の天気以外にも何か掴み取っていきたいとか、ね、か明るい方に変わっていきたい、そんな生活したい、ワクワクしたいって、もしねそれ以上ね求めていくんだったら、あとは自分の中のことになってくるんじゃないっていうのがここで言われています。ちょっと勇気を出して踏み込んでみることかもしれないし、それはねちょっと前にあったこと、過去のことで恋愛に対してトラウマがあるとか、前の恋人に何か言われたことが今でも傷になって残ってるとか、社会で会社とかで自分が動いたら出る杭打たれたみたいな感じで何か言われて傷ついたとか、だからそれ以上動きたくないとか動けないとか、っていうところもあるのかもしれないですね。何かね自分の本心見せるのが怖いとか、自分から動くのがあまり得意じゃない、それは傷つきたくないからっていうところがここであるありますね。だけどこの6ヶ月目の流れ、6ヶ月間の流れ見ていくと、確実にあなたの心に色がつく、生活が色づく、願い事も叶うし、きっかけも出てくるね、いろんな解放感とか結びつきっていうのも出てきますので、これねあなたが自分で自分のクリアしていくっていう風に感じる、これクリアしていくとかなりあなた大きく成長できるし、物の見方も変わっていく。なんかねこうもうちょっと人生が軽くなるというか、あえてね自分ですごく柵を作っていって守りみたいになってしまってるから、転んで傷ついて痛いって、膝が痛いって血が出たって思って絆創膏貼ってしばらくしてかさぶたになって治っていく、でそういう繰り返しするじゃないですか。子供ってよく転んで怪我したりとかするじゃないですか。自分の子供の時もそうだったけど、で痛いんだけどでも遊びたいから遊ぶし追いかけっこするし、何回も何回も転んですりむいて、で傷が治ってっていう感じを繰り返していくから、で大人になるとどうやったら転ばなくなるかっていう知恵も身につくし、転ばない対策もできるし、あと転んだら痛いしね、ストッキングとか破けたくないしね、ズボンとかね、だからなるべくね走ったりとかもしないし、社会のルールで走っちゃいけないっていうのが染み込んでるからそういうことしないんだけど、だから処世術としてそういうのが染み込んでるかもしれないけど、ちょっとそれが守りというか、これ以上傷つきたくないってところに結びついているところがあるかもしれない。それで正直になれないところとかもあるかもしれないから、それを乗り越えていくとしたら自分の力で変えていけることっていうのはこういうところ出てきてますよっていうのが言われています。
では具体的にじゃあどういうことすればいいのって、なんとなくじゃあ原因とかどうすればいいってわかるんだけど、もっと具体的なアクションとして何かあるのってところももらっていきたいですし、あとはね同じくラッキーナンバーももらっていきましょう。自分で何かを行動に起こしていくならのラッキーナンバーです。自分で何かを起こしていくためのナンバー、はい、5番が出てきています。デイジーですね。デイジーは無垢とか純粋さっていうのを表している、ね、真っ白なお花ですよね。花言葉としては純粋さを表しているので、本当にね共通してこう無垢な気持ち、純粋な自分の気持ちっていうのがやっぱり現れていますよね。そしてこう諦めないでっていうのもね言われてるんですよ。どこか自分の中で諦めていたこととかがあるのかな、なんとなくの生活で妥協していたとか、あとは過去のことをやっぱり引きずっていて、もうこれ以上ね自分に望みないんじゃないかなとか、自分がこうなりたいと思っていることに対してもうねここまでしか成長できないんじゃないかなとか、相手に対して何か求めちゃいけないのかなってところがあったかもしれないんだけど、そこを諦めないでって、まだまだ可能性があるし、あなたは伸びていくから大丈夫っていうふうにも言われている、この5番が出てることと、あとは、じゃあ実際何をすればいいのってところをもらっていきましょう。それはこちらのタロットからもらっていくんですが、これは正位置でもらっていきます。もっと具体的にじゃあどうするのってところをもらっていきましょう。はい、何枚かもらっていきますね。ハーミット出ています。そしてはい、あとがエモーションの5番、あ、エモーションの5番、なるほど。で、そしてやっぱりね諦めないでって言われてるのと、ボイスの2番が出ています。3枚もらっていきましょう。これ何か、もちろんね決めていくこととかもそうかもしれないし、2つの道がここにあって扉が1個あって、それがあなたが両方抱えてるものが一つの出口になって向かっていってるから、二つのことを一つに決めるのもそうだし、あとは両立していくこと、バランス取っていくことってこともそういうことが言われてるかもしれませんね。この出口っていうのがエネルギーの今蓋をしている扉っていうふうに考えていただいた方がいいかなと。このエネルギーを放出していくための扉開けるところが今あなた来てますよってことが言われてますね、実際に。じゃあ具体的にどういうことすればエネルギー放出してもっとね流れがうまくなっていくんですかっていうと、よく見てよく聞くこと、やはり五感を鍛えることとかね、五感に関することをやっていく、特に見ること聞くことっていうのが、あと肌で触れて感じること、食感っていうのは食べる方じゃなくて手触りとかね、そういう何かね、着心地のいいものだったりとか、そういうことかな。そのあたりを実際に取り入れてみることと、やっぱり諦めないでっていうようなこと言われていて、何かねこうやっぱり悩んだりとか苦しい思いとか、今までやっぱりいろんな経験してきて皆さんね大人になってきてますので、その過去にあったこととかで同じような痛み味わいたくないなとか、それでその全部見せられないから自分をねこう覆い尽くしてしまう薄い膜みたいなのがあったんですけど、それちょっとだけ、外していってもいいかなっていうところに今あなたが挑戦していくところ、実際の行動として、例えばですけど、
会社の人には自分のプライベートなこと一切話さないようにしてるって、それが私のやり方ですって。それはそれでいいんですよ。うん、それでいい。だからプライベートなことじゃないことで、仕事に対することで今まで言えなかったことあったら、それ 10% ぐらい、1割ぐらいはマシマシでちょっと言えるようになろうとか、あとは家族には仕事の話してないよって思っていたけど、1割だけチラッと仕事の悩み何かあった時に、まああえて仕事とは言わないんだけど、君ならどうするみたいなアドバイスを求めてみるとか、どこかこうチラッとね、肌見せするというか、うん、チラ見せするみたいな感じで自分の心をチラ見せさせていこうっていうことが具体的なアクションとして言われています。どこか一つ情報を開示するというかね、そういうところにつながってきます。全部身の上話しなくていいから、一つだけするとかね、お友達にっていうこともあるかなと思います。はい、あと本当に具体的なアクションとして、こうやって光のところでこう座ってるので、これね、なんか太陽みたいに見えますよね。砂漠の中で日の光が昇ってくるとか、まあ、砂漠って言っても木は生えてるから、あなたが砂漠って思ってるだけで、実は誰もいないって思ってるかもしれないけど、こうやって誰かが通った形跡、足跡もあるし、ちゃんと木が生えてるってことは水があるってことです。そして昇ってくる太陽もあるから、そこに何かあなたのオアシス、心のオアシスとか、恵まれてるもの、恵みとかが見つかるんじゃないかな、そう感じていなかったようなところで。だから何にも楽しくない、普通の仕事、何にも刺激がないって思ってても、実はあなたがそう思ってるだけで、そこに新たな発見とか出会いとか学びがあったりとか、なんてことない日常生活の中に何かを見出すとかね、何にも変わり映えしない人間関係とか、何かあなたの中でそういうふうにどこかに対して全然変わらない、もうビッカビカ干からびてるみたいに風に感じてるところにこそ見出すものがあるっていう風に言われてると思うので、実際のアクションとしては、その干からびてる部分に目を向けてることとか、あとは諦めないことで、肌のチラ見せだって、心のチラ見せすること、そして五感を研ぎ澄ませること、特に見る聞く触る、このあたりがおすすめっていう風に出てきています。そうすると自分で天気をつかみ取っていけるし、エネルギーを変えていけるようになっていくという風な具体的に出てきています。そしてじゃあそういうことをすると、あなたが受け取るものとか変わっていくもの何ですかってところももらっていきます。ではまたこちらのオラクルカードから、実際に今自分で変えていけることもあるんですね。本当にあなたがそうしようと思ったらやっていけると。そうすることで何があるのか、ローズクオーツ、無条件の愛の石。これローズクオーツって愛を表すね、恋愛の石って言われてるし、ハートのマークが入ってきてる。これはすごい魅力を引き出す優しい愛の波動ってあるので、あなたが欲しかったもの、足りないと思ってるものって愛ですか？好きな人からの愛とかね、そういう何かこう愛情に関することかな。ここね、なんかね、愛って出てきたので、まあ確かにね、ラバーズも出てきてるから、ね、愛に対することかもしれない。無条件の愛ってあるので、恋愛ももちろんね、要素的には強いけど、いろんなところの愛情かもしれないですね。自分が愛情をかけられるようなものが見つかるとか、友達に対してすごくね、仲いい友達ができるとかね、自分が尽くしてあげたいなって思えるぐらい、なんて言うんだろう、大切な存在が見つかるとか出てくるとか、っていうこともあるかもしれないし、本当に恋愛の石だから、恋愛、あとは自分の魅力が最大限発揮されるってことが言われてるから、
本当にね、こういう具体的なアクションをすることで周りの人に自分の魅力がもっと伝わっていくとか、そういうことも言われてる。魅力が引き出されるって言ってるので、その引き出しのアクションを今あなたがやっていくのかなって、怖いと思ってることをあえてやっていくと魅力どんどん出ていくよっていう風に言われています。そうですね、このローズクォーツね、もうこれは愛のカードなので、星座的に言ったら牡牛座ですね、豊かさですね。牡牛座っていうのは金星、うん、愛と美のヴィーナスのカード、牡牛座ですね。そうか、うん、愛と美と調和を表しているラバーズと同じような意味を表していますね。愛情をもたらしてくれて、自分自身に愛を与えて、そして愛を引き寄せるっていうカードです。そしてストレスや緊張を和らげて、優しい波動を生み出してくれます。精神を安定させて、より良い睡眠とか美しい夢を見させてくれるっていうふうに言われてるので、なんかね、睡眠の質が向上することもあるかもしれませんね。この触感っていうのは、着心地だけじゃなくて、例えばシーツとか寝具とかの肌触りの良いものに変えるとかってこともいいかもしれませんね。これは恋とか愛をお守りしてくれる、石、ローズクォーツのカードなので、はっきりと恋愛っていう、あとは魅力ですねっていうところに出てきていますね。で、牡牛座金星っていうのはやはり五感を表しているので、自分の五感を磨くことっていうのがかなりおすすめとして入っています。で、チャクラはもう一つしかありません。4番です。もうハートのチャクラ、緑、ピンク、もうね、これ愛を表している、もう心、胸のチャクラですね。そしてあとは許しとか感謝、リラックスっていうのも表しているので、周りに感謝、自分に感謝することだったりとか、自分自身が開放的になってリラックスしていくことっていうのもここで掴み取れるよっていうふうに言われています。あなたが受け取るものは愛ですっていうふうに言われました。はい、すごく素敵ですね。では、こういうふうにあなたが自分で動いていったら愛を掴み取れるよっていうふうに素敵な結果が出てきましたので、はい、ではそうですね、最後にじゃあカードを何かどこからか1枚もらっていこうかなと思います。そうですね、すごくね、たくさんね、深掘りしましたので、では何か具体的にね、はっきりともう出てきているような気がするんですよね。もう具体的に、そして天気も割と早い2ヶ月目ぐらいで、あなたの生活が変わるとか、願いが叶うとか、そういうことが言われてる。幸運を引き寄せるとかね。だからこのあたりでもうすでにエネルギーの蓋をしている状態が外れていくんじゃないかなって。蓋を外すための行動とかも具体的に出したので、そうですね、何かもうね、カード、そっか、待ってくださいね。ではルノルマンカードから1枚出していきましょう。そしてここ13番14番って連番で出てきてるので、ね、もちろん自然に受け取るものもそうだし、待ちの姿勢でね、天気が訪れることはあるので、全然待ちの姿勢でもいいんだけど、自分が動いていくとすごくね、連鎖されて倍増した効果が得られるんじゃないかなと思いますよ。はい、23番のネズミのカードをもらっていきます。自分自身の心の穴を埋めていくというか、やっぱりこうポツポツしたもの、まあ、いくつかのお金っていうふうに言われてるもの、まあ、ゼロではないけど満点でもないっていう、まあ、ゼロ点でもなければ100点でもなくて、まあ、わずかなっていう感じがするんで、まあ、2、30点とかっていうところの今のあなたの中で、もしね、点数をつけるんだったら、まあ、それくらいかなっていう、平凡よりちょっとね、退屈かなっていうところにいて、それをいかにどうしていくかっていうのは、やっぱりこう自分の行動とかっていうところにあるよって出てきてると思うんですね。ただあなたはでも変えていく力十分に持ってるから、あとは怖がらずに動いてみれば、
小さなことから始めていくと、どんどんとあなたの中の貯金が増えていくというか、心の豊かさが増えていくから、少しずつ少しずつ焦らず、ゆっくりとでいいから、やってみてくださいって。そして2ヶ月目ぐらいで自分の中で何か大きく運気が変わるとか、気持ちが明るくなってくるとか、そういうことがもし出てきたら、そこからさらに動いてみる確信が持てるから、だんだんこう未来に対する恐怖心とかがなくなってくるんで、ちょっとずつちょっとずつ自分を見せていくことがやりやすくなってくると思うんですね。そう、なんかね、自分の心次第っていうのも入ってきていますので、これがやっぱり最終的なアドバイスとしてあるかなと思います。あなたが自分自身で埋めていくもの、そして学んで積み重ねていくもの、自分の心を貯金していくっていうようなイメージをしてみてください。別にね、さっきね 2,30 点って言ったんですけど、点数つけるのってあまりね好きじゃないので、点数のことは気にしなくてもいいです。はい、はっきり言ってね、点数つけるものじゃないと思ってるので。でも分かりやすく表現するためにあえて点数で言ったんですけど、なんとなく何か足りないなって思ってることに、今それがね埋まっていく、満たされていく、でそれプラス自分で積み重ねていく気持ちで何かいろいろ五感を磨いていけば、もっともっと豊かさになっていくよって、ここにつながってるよって言われてるんですね。これ豊かさを表しているカードです。今あなたの人生に花が開く時がもう間もなくやってきていますっていうことをもう予言されていますね。そのために心を解放して、そしてこれから起こること、起きてくることを受け入れてみてください。あなたに豊かさがもたらされます。豊かさとはお金、時間、愛、そしてエネルギーを表しています。いろんなことに対してチャンスはすごくあちこちにたくさんあります。チャンスが訪れたと思ったら、あなた自身が自分から何かしらのアクションを起こすこと、これがすごく大きなポイントとして入っています。なんかね、自分で何かを感じたらとりあえず動く、これがあなたを変える大きなきっかけだとこのカードが言っています。待つだけではなくて一歩を踏み出してみましょう、このように言われています。はい、すごく長くなってしまいましたが、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。またいつもコメントや高評価など本当にありがとうございます。励みになっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは間もなく訪れる転機についてリーディングしていきます。それはいつどんな形で訪れるのか深くリーディングしていきます。少しね、これお時間かかるようなリーディングになりそうです。はい、今1番2番の選択肢リーディングしていったんですが、かなりいつもよりも時間がかかりますし、深掘りしていきますので、はい、どうぞね、ところどころ休憩しつつごゆっくりご覧になっていただけたらなと思います。ではまず今のあなたのエネルギーの状態を見ていきます。それはこちらのオラクルカードからで、これは正逆採用するカードですので、シャッフルしていきますね。人生の転機というものはたくさんあるんですね。で、今見ていくのはもう間もなく訪れる転機について見ていきます。はい、一つだけではないよっていうことですね。はい、ではもらっていきます。
はい、これからもらっていきます。なるほど、これはこのカードからもうはっきり言って伝わってくるのは、不安とか今のエネルギー状況がかなりこう厳しい感じがしますね。エネルギーが厳しいっていうか、あなたの心持ちがすごく今厳しいとか、辛いとか、やることすごくいっぱいあるとか、周りに縛られていたりとか、制限をかけられていたりとか、すごく見られていて、ああでもないこうでもないって言ってくる人がいるとか、何かね、そういう自分にとって今必要じゃないものすごく多く抱えてらっしゃるのかなっていうのが、もう正直パッと入ってきてます。すごくあなた自身も混乱しているし、不安、悲しいとか、そういうことが入ってきていますね。でもただ今このね、エネルギーの状況がそうなだけであって、これが一生続くかって言ったらそうじゃなくて、ここからねすごく良くなっていくから、ただ今の現状としてはねすごく辛いのかなっていうのがあります。ただそこから抜け出すために、じゃあどうするのかっていうところとか、あとこれから先あなたにとって大きく変わる天気がやってくるのかどうかっていうのも見ていきますので、この後のカードのことも見ていきながらまた考えていきましょう。では今のあなたのエネルギーの状況を見ていったんですが、それで、ではあなたが変えたいと思っていることとか、今あなたに足りていないものっていうのをこのジプシーカードから見ていきます。ちょっと今出てきましたね。まずこれ1枚出てきているのが、ジプシーはね全部正位置で見ていくので、ラバーが出てきている。確実にこれ恋愛のことを言ってますよね。ラバーだから、愛を伝える人、恋人とか好きな人っていうのを言っています。恋愛うまくいってないとかね、好きな人のことですごく今不安に思ってるとか、連絡取れないとか、飛び出してきたのでそれをすごく強く言ってること、そしてハウス、そしてこっちがサプライズなので、ちょっと待ってくださいね。もう1枚タロットカードもらっていきます。すごく今安心感が欲しいとか、あとは自分にとってね、まるで宝くじで一等賞とかが当たる、特別賞が当たるかのようにすごい幸運が舞い込んでほしいって、今の状況をすごく変えたい、そして変えるような状況が来てほしいって、チャンスをものにしたい、そういうのも言ってる。安心したい、落ち着きたい、不安を解消したい、くつろぎたいっていうのもそうだし、あとはご自身のお家のことで悩みがあるのかもしれない。あとは1枚、これね、このタロットカードは正位置で見ていくんですが、ワンドの2番が入ってるので、でもね不安だけど、その中でも希望をちゃんと持ってるよって、あなたの中で掴み取っていきたいんだって、チャンスがあるんだったらもう我先にって、飛び込んでいく気持ちあるよって、あとはその好きな人のためだったら、ちょっとね言葉が違うかもしれないんですが、好きな人のためだったら自分が多少犠牲になってでもいいから、その人のための幸せを叶えてあげたいとか、その人のためになるんだったら自分多少の犠牲払ってもいいよっていうようなところがあるのかなと思います。そう、好きな人のためにいろいろやってあげたい、それがたとえ自分の身を削るようなことであっても叶えていきたいことがあるとか、そういうのすごく強く感じている。だけどね、やっぱり周りのことっていうのが入ってくるので、すごく何かストップさせられていたりとか、あなたのことで何か言ってくる人がいるとかっていうのをあなたがちょっとね感じてるところはある。だからすごく不安になるし、間違いなくこれねラバーが入ってるので、好きな人のことで今こう揺れていたりとか不安っていうところが来てるんじゃないかなっていうのはあります。正直なところ
これは、全体的な天気として見ていっているんですね。なのでお仕事、恋愛、例えば健康とかお金の流れとか対人関係とか全体的なところから見て、どこで天気が訪れるのかとか、どこで切り替わっていくとかね、そういうのが運気の流れがね変わっていくのかっていうのを見ようと思ってやっていたんですね。ですがこの3番の方はもう確実にこれ愛っていうことを言ってるので、好きな人ですね。もしくは家族、家、ご家庭っていうことと、あと何か、その自分が不安になってしまったこと、もしかしたらそれなんか急にやってきたみたいなことで、あなたがそういうふうに感じてるかも、パニックになってるような状況かもしれない。あとはずっと長い間連絡が取れていないとか、そういうことかもしれない。気持ちが見えないとかね、はっきりしないとか、それが急展開をあなたは求めている。ガラッと変わっていきたいって、そのためだったら自分のなんかね犠牲を払ってもいいみたいな、その相手を思う一心で、その愛あるがゆえにっていうところがある。守っていきたいっていう、お相手をね、お相手のとの愛を守り抜いていきたいっていうところもあります。このような現状とか、あと足りないところとかでもし言うのであれば、足りないところっていうのはあまり感じないんですよね。足りないところはない、ないと思うんですよ。まあ強いて言うんだったら、自分たちの世界が完成されていかないところ、自分の思い通りに今運んでいない、物事が変わっていかないことに対しての苛立ちとか不安とか、そういうような気持ちがあるところ、まだね到達していないんだって、願い叶ってないよっていうところは、まあ、強いて言うなら足りてないところとして挙げられるかなと思います。ではここから先6ヶ月間の流れを見ていきましょう。こちらのタロットカードはすべて正位置で見ていきますので、ここからもらっていきます。この6ヶ月間の間のどこに天気があるのか、もしかしたらね、まだね6ヶ月以上かかるかもっていう結果になるかもしれないんですが、カードを出して見てみましょう。もうでも間もなくつかめるような気がするんですね。まず1ヶ月目です。ワンドの9が入っています。2ヶ月目を見ていきます。ワンドのページでは3ヶ月目です。ワンドのナイト、ワンド続きますね。しかも進化していってるので流れとしてはいいんですね。そして4ヶ月目がチャリオット、いいですね。全部、まあ、正位置で見るとはいえ全部正位置で入ってきてて、ストレートに流れていってます。であとは次が5ヶ月目です。これも正位置のです。で6ヶ月目がこれも正位置のカップの9。なるほど。まあ簡単に言うと、6ヶ月目ですごく大きな達成感とか、今あなたが叶えたいと思っていることをここで叶うっていうふうには言われてる。ただその前の5ヶ月間ですね、ここは過程がちゃんとあって、ある日突然パッと願いが叶うんじゃなくて、そこにはあなたの努力とか、あと熱意とか、そして成長していく過程とか、あなたの中のそのいつもね諦めない気持ちとか、前向きな心とか、そういうことを持ち続けているからこそあなたが掴み取っていくんだっていう、ちゃんとした過程がここで現れているので、こう月を追うごとにどん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 良くなっていくので、その1ヶ月1ヶ月しっかりと噛み締めながら、こう味わっていきながら掴み取っていくっていうね、すごく達成感があるんじゃないかなっていうのを感じます。まず一番最初の1ヶ月目っていうのは、まだねここではこの不安のエネルギーっていうのがなくなっていかないような状況ではあるんですね。自分の中でやっぱりこう怪我をしている狐さんのカードで、
やっぱりこう棒をたくさん持っていて、どこかね、守りの姿勢というか、あまりここから動きがない、立ち止まっている。で、周りの状況を見ていて、で、考えている感じもするし、警戒しているような感じもする。で、周りのことから自分を守ろうとして、この棒を集めているのかもしれないし、棒をね、ぎゅっとしていて離さないのかもしれない。まだそういう姿勢、エネルギーの状況っていうのは、まだここではね、とどまっているような状況ではあります。ただ、その、こう段階を踏んでいくってお伝えした通り、2ヶ月目でここで学びが出てきます。あなたの中に一つ何か生み出すものが出てくるんですね、あなたの中で生まれるものとか、そうですね、そういう状況になってきたりとか、ここでまず変わってきます。少しずつ変わっていくっていう感じですね。気持ち的にはでもどこもね落ち込まないので、最初の1ヶ月間確かに苦しくて、正直言って進めないとか何ともならないって思うかもしれないんですけど、でも諦めない気持ちがずっとある。で、ここでもあるので、だからずっと頑張ってきて、すごくね、諦めないんだって、向かっていきたいんだっていうあなたの強い意志が伝わってきますので、大丈夫ですよ。思う通りに進んでください。ちゃんとあなたの気持ち、熱意っていうのが、その多分ね、これね、恋愛だと思うんですけど、お相手に通じるから大丈夫っていう風に流れてるんですよね。いや、でもラバーが出てるから、恋愛以外でもし言うんだったら、いや、でも人間の形をしてるので、まあね、恋愛じゃなかったら対人関係とか、とある特定の人に対しての今思い、何かね、愛情じゃなかったとしても何か言いたいことがあるとかね、まあでも多分ね、愛する人って出てきてるので、そうね、恋愛だと思うんですけど、でなければ情熱を傾けられるものとして捉えていただいてもいいです。今夢目標があって恋愛していませんっていう方だったら、その情熱を傾けているものとしてお受け取りいただいてもいいと思います。それに向かってうまくやっていきたいと思っている気持ちが通じていくってことですね。成長とともにあなたの熱意が周りに伝わって、お相手に伝わって、そしてうまく流れていくっていう、ちゃんとした段階が出てきていますので、すごくね、学びもちゃんとあるし、あなたの中で失うものもなくて、ずっとずっと進んでいってる、突き進んでいってるんですね。で、勢いがありすぎるわけでもないから、自分の中でうまいバランスもちゃんとつかめてるよっていうふうに言われてるんですね。多分ここすごく頑張って進んでいくから、その途中の経過っていうのも自分で実感できていくんじゃないかなって思うんですよね。そしてこの4ヶ月目になると、お相手の反応が実感して受け取られるとか、いい反応をもらえるとか、願いが叶うとまではいかないんだけど、いい感じで流れていくとか、今のうまくいっていないエネルギーの状況がここでバランスが整うっていうふうに言われていて、でさらに良いエネルギーとして放出していけるっていうのが出てきていますので、この4ヶ月目あたりかなり安定しているし、さらにね、より良くしていこうっていう風に動いていくんですね。確実にここで変わっていくんですよ。ここいい意味で変わっていくんですね。ここで変わるから願いが叶う、なんか最後の決め手っていうところがあります。何があるのか、っていうところがある。天気としては、まあここかなって思うんですね。5ヶ月目、まあね、少しね、長いなって思うかもしれないんですが、でも多分ね、あっという間だと思う。これ見てると、あなたの中で今、5ヶ月先かって思うかもしれないんですが、実際ここまで来ちゃうとあっという間だったなって思うと思います。そしてその後6ヶ月目にはもうすでにここで、ね、あなたの願いが叶って満足してるって言われてるから、ここが大きな転機、かな。確かにね、成長して積み重ねていってて順調に進んでいくんですけど、ここ何かね、すごく何かある、しかもいい意味でね、いい意味で、ありますね。で、これはここでポイントとして、まあ、押さえつつも、まず次に行きましょう。今この流れを見ていって、
この自然の流れに身を委ねていくとしたら、あなたに訪れる天気、どんなものがありますかというものを見ていきます。ではリドルマンカードからもらっていきましょう。ですっていうのは、例えば今までの古きものを新しいものに変えていくとか、そういうなんかこう新しいっていうのが入ってくるので、それがワードとしてあるかなと思います。こう変えていくっていうね。で、天気はクローバー2番が入ってるので、やはりこのクローバーっていうのは日々の積み重ねだったりとか、毎日自分が感じていることを大切にしてねとか、小さな喜びを見つけていくとかね。クローバーってこうちっちゃいものがわーって広がっていくじゃないですか。野原をね、広がっていく。で、その中で四つ葉のクローバーって、幸運のクローバーって言われてる、四つ葉ですよね。それを見つけるっていう、子供の時よくやりましたよね。そう、たくさんある中で四つ葉を見つけていくっていう、そのところに楽しみとか喜びとか、発見した時の嬉しさとかっていうのを見出していくっていうのがあるから、それが小さな喜びが積み重なっていくものとか、それが広がっていくっていうようなイメージなので、ここ天気としては、まあ、はっきり言ってもう日々変わっていくよって、日々変わり日々増えてっていうのが出てきている、繁殖していってるっていう感じがするので、あなたがね、この流れも見てってそうなんですが、毎日とか、あとは毎週とかね、毎月とか、何かしら積み重ねてるものとか、実感できてるものとかね、最初は2つしかないなと思ってたけど、1ヶ月後にはわさ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 とクローバーが増えて、あ、こんなにも自分が作り上げてきたものがあるんだとか、育ててきたものがあるんだとか、一つ一つ、例えば毎日ね、嬉しかったことをノートに書き出していったら、1ヶ月後にはすごいたくさんね、文字がね、書かれていたとか、そういうふうに分かるような形で振り返ってみたら、そう、自分の積み重ねてきたものが確実にあったんだって、その中に幸せの四つ葉のクローバーが見つかったよっていう風に現れているので、本当に日々の積み重ねが天気になっていくんだって。だから今すごく不安とか悲しいとか、そういうエネルギーを感じるんですけど、そこで終わりじゃないよってことが言われてるから、そのためにね、すごく今あなたが豊かさを手にする時だって。それが例えばね、誰かからもたらされるものなのか、それとも自分自身で変えていくのかっていうところ、キーパーソンをもらっていきましょう。そしてこのタロットカードは正逆採用してもらっていきます。例えばね、これが好きな方からもたらされるのか、ご家族、お友達とか、誰か何か人物が出てくるのか、それとも自分自身で何か変わっていくきっかけをつかむのか、場所なのか時間なのか、そういうのとかも見ていきましょう。はい、これからもらっていきます。あ、ソードの5番の逆位置。あ、なるほど。なのでもしかしたら、そう、誰かがキーパーソンになる可能性があるかもしれないですね。誰か、そうですね、やっぱりなんか複数人いるので、人とのつながりを通して、で、逆で入ってきてるから、人とのつながりを通してあなたが得るものがある。で、それは日々関係している人たちの間であるんじゃないかな。で、その人間関係が変わる時とか、そう、で、恋愛要素があまりないんですけど、だからその日々の仕事の付き合いとか、あとはお友達とか家族、家族っていうカードイメージもあまりしないんですけど、でもね、家族とか恋愛要素も入ってくるかもしれない。誰かとの関係が変わるタイミングだったりとか、あとはあなた自身が常にいつもね、努力を惜しまないんですよ。だからそれはすごくね、大切にしていいと思います。で、あとは例えばね、
まっすぐ進んでいくって気持ちがとてもここで強く出ているので、ブレることがないんですね。だけど、可能性としてはない、少ないかなと思うんですけど、ちょっとブレたりとかしやすくなる時とか、自分が例えばちょっとね、今のエネルギー的にうまくいってないっていうエネルギーを感じるので、ただね、そこから抜け出す時っていう感じがするので、今自分が不利だなとか、恵まれていないなとか、悲しいなっていう気持ちからスルッと抜ける時っていうのが入ってきていますね。それがきっかけになるんじゃないかな。そしてそれは誰かとの関わり合いを通して自分の心が軽くなるっていうか、なんかね、スルッと抜けるっていうのが出てくるので、日々の付き合いの中で、ある日突然なんかね、スルッと抜けていくような感じがする。で、しかもそれ早いうちに来るんじゃないかなと。1ヶ月以内の間に何かこう、重荷になっていたものがスルッと外れて、そこから先、まっすぐと伸びていくんですよね。これ割と早い段階で、対人関係かな、もしくは自分にとって有益な情報が手に入るとか、なんかね、いい知らせもらったりとかっていうこともあるかもしれない。ちょっとここ具体的にもう一枚もらおうかなと思います。もう一枚タロットからもらいましょうか。人も関係しているし、状況とかも関係していると思います。あとは外部から入ってくる情報とか、はい、もう一枚カップの2の逆位置が入ってきた。あなたがお相手と正直うまくいっていないと、失恋するとか、今うまくいってないから、実際失恋、お別れしてるって人もいると思いますし、とにかく恋愛について、好きな人のことについて今うまくいってないと、それを何とかしたいというような現状が出てきていて、で、そこから抜け出していく時がタイミング、転機だっていうふうに言われているんですね。正直今あなたは恋愛において満足いっていないと思うんですよ。こんな全然満足じゃないって。でも好きな人のことを応援したいとか、その人と自分が結ばれるために精一杯のことをやっていきたいっていう現状があって、だけどね、やっぱり寂しさとか報われない思いとか、そういうのどこかしら感じているから、今エネルギーが弱っているっていうところがあるんですね。それに打ち勝つ時っていうのが出てきていて、正直うまくいっていないこの恋愛関係から、自分の囚われていた気持ちがスルッと抜ける時っていうのがあるんですよ。関係性がガラッと変わるんじゃなくて、うまくいっていないことに対して自分がイライラしていたり不安に思っていたりとかする気持ちがある日突然なくなっていくっていうのが出てきてるんですよ。ある日突然というか、でもね、それに向かって何かしたとか、これをしたから変わったとかじゃなくて、多分あなたの中ではいろいろやりたいって言ってるから、今でもいろいろお相手のためにと思って、あと自分たちのためにと思って動いてることとか取り組んでることを考えてることがあるんですよ。それが毎日あるんだってこと言われてるので、そうやって日々積み重ねてきたものが振り返ったらこんなにたくさんあったんだっていうのを実感した時っていうのがタイミングとして出てきています。だからこう振り返ったら、あ、こんなにあったんだみたいな感じでね、そういう、あ、こんなにたくさん積み重ねてきたんだっていうのを感じるからするっていう言葉が出てくるのかな。本当は積み重ねていってるんだけど、その日々ね、積み重ねてってるんだよってことをあなたは実感していなくて、天気が訪れた瞬間に振り返ればこんなにたくさん自分頑張ってきたんだってことがわかるのかなっていうのがありますね。ただこの天気が訪れたからといって、じゃあ恋愛すぐうまくいくんですかって言ったら、そこはね、またちょっと話が違うんですよね。
きっかけであって実際変わるのはこの後半のあたりですね。ただ天気としては割と早い段階で抜けていくんじゃないかなと思います。ここできっかけがあって、あとは順調に流れていって掴み取っていくっていうのが出てきています。この天気を迎えてあなたが受け取るもの、そしてあなた自身が変わるところっていうのをもらっていきましょう。はい、もらっていきます。アパタイト、絆を強める石、思考が安定し新しい次元へ結ぶと出ていますね。この天気によってあなたは好きなお相手、もしくはもうたくさんの人が関わってくると思うので、お友達とかご家族とかいろんな人との間の絆が強くなっていくっていうのを実感できるんじゃないかなっていうのを感じますね。愛情だけではなくて、そして星座としては双子座、天秤座っていうのがあるので、時期としては5月下旬、6月中旬ぐらいまで、もしくは見た瞬間からなので、だいたいこれ今リアタイだと、4、5、6、7、8、9、あ、なのでやっぱり9月、天秤って9月ですよね。このあたりっていうのもいいですし、実際に双子座、天秤座のお友達とかっていうのもワードとして入ってくるかなと思います。なんかね、仲間と協力して乗り越えていくとか、そういうことも言われてる。なんか自分一人じゃないんだよって、そのお相手と自分だけじゃなくて、あなたを応援してくれる仲間がいるよっていうのを感じられるんですね。なんか信頼できる友達とか調和が取れていくってことが言われていますし、あとはあなたの集中力が高まっていくっていうのが言われているので、もしこれが恋愛じゃなくて自分の夢、目標とかお仕事とかで今悩んでるんだって方であれば、その自分のね、この仕事とかっていうところに対しての集中力がすごく高まっていくよって、お勉強とか試験とかそういうのにもいいっていうふうに言われてるんですね。計画的に物事が進めていけるようになるでしょうって、だからこうやって段階踏んで変わっていくのかな、掴み取っていくのかなって。ワンドのページ、ワンドのナイトってチャリオットっていう感じで、どんどんと前に進む力が強くなっていくので、計画性が出てくるのかなっていうところがあるのと、あとは囚われていたこととか思い込み、そして精神的に不安だったところが緩和されていきますっていうふうに言われてるんですね。このカードが物事の捉え方とか考え方が変わって、あとは安定して新しい考え方とか物の見方に変わっていくよっていうふうに言われています。ですので、あなたを大きく物事の見方とかをね、変えてくれる、考え方が変わるっていうきっかけになるんですね、この天気を迎えていくと。そしてここに1、4、5とあるので、この数字っていうのがチャクラを表しています。1番っていうのが、お尻のあたりかなって言われていて、これは、土を感じさせる色でもありますし、生命力とか、あとは行動力、あとは体の健康とかご家族とかのことも表しています。あとは4番がハートのチャクラなので、本当に胸のところのチャクラ、愛情とか感謝、リラックスを表している。そして5番っていうのがこの明るいブルーですね。これは喉、スロットチャクラを表していて、純粋さ、コミュニケーション、表現力、クリエイティブ、真実っていうのも表しています。以心伝心のチャクラですね。コミュニケーションともあるので、そして喉とかハートとかも表しているので、あなたの気持ちを伝えていく、コミュニケーションを取っていくっていうのもアクション、ラッキーアクションとして入っていますね。このようなこと、素直になっていけるとかね、うまくコミュニケーションが取っていけるとか、不安が取り除かれていくっていうのが言われていますので、すごくね、協力的なカードですね。そしてあとはナンバーをもらっていきます。ここでも2番、2番、20番って来てるので、2っていうのが、それもいいかなって思いますね。
全体を通して2っていう数字、あとはね他にもちゃんと数字をもらっていこうと思ったんですけど、2枚ね出てきていますね。これは5と11が入っていますので、11もしくは5月11日とか5日11時間後とか、このようなナンバーを見てみてください。そしてこれ植物花言葉があります。マジョラムとイラクサなので、まずイラクサっていうのが、そうですね、こう批判とか悪口とか、とあなたの痛手になるようなこと、誰かに言われるとか、逆にあなたがやることとか、これは警告をしています。誰かを批判してしまう気持ちになりやすかったりとか、逆に自分が攻撃されたりとかっていう時に、なんかねこうやられたからやり返すとかじゃなくて、そういう時って受け流しておいてください。もし誰かに何か言われても、本当はね違うんだよとかこうなんだよって言いたいし、逆にねイラッとくるからやり返してやろうとか冷たくしてやろうとか、悪口になっちゃうこととかね、そういうのを、排除していこうってことが言われてる。なんでかっていうと、マジョラムっていうお花が幸福を表してるからです。こういう何かネガティブなワードより、あなたは今ポジティブなワードを口に出してる方が素敵ですよってことが言われてるので、ナンバーとしてはもちろん11っていうのもナンバーとしてはいいんですよ、ね、ただあえてね、なんかね苦いこととかネガティブなことって口に出す必要今ないし、受け取ることもないよって言われてるから、すごく今不安定な状況が続いていて、誰かに対して不満を言いたかったりとか、あとは逆に言われてる気がするとかね、そういうふうに思っていたら、そこ今手放していっていいよって言われていて、あなたがポジティブなことを、幸せなことね、見つければ見つけるほど、増やせば増やすほど周りとの絆がどんどん深まっていくので、ここをちょっとだけ注意が必要かなと思います。言われる、もしくは自分が言うとかね、自分が言う立場であれば気をつけることはできますよね。ただこう言われるのって一方的に言われるから防ぎようがないんだけど、でも味方がすごくたくさんいるんですよ。だから大丈夫、守ってくれる人がいる、友達いっぱいいるから、何か言われても誰かが守ってくれたりとかするし、そのための絆が深まっていくし、あとは何か言われても、確かにね言われて傷つくんですよ、嫌だもんね、だってね。だけどそこでなんかね立ち止まってぐるぐる考えちゃったりとか、あんまり気にしなくていいよって、スルーしといてって言われて、ほっとけばいいよって言われてる、で、あとはここはですね、そう、さっきも言ったみたいに双子座とか天秤座とかいっぱい入ってきてくれてるので、水星金星とかね、まあ豊かさとか情報とかもね出てきていますから、たくさん助けてくれる人いると思うんですよね。なのであんまりここはね気にしなくていいし、逆にそういう風になったら、あ、これねみたいな感じでスルーでいいと思います。ではここね、自然に流れていった時の天気見ていったんですね。割と早い段階で出てくると思います。で、掴み取ってくるものとか変わることとかももらいました。あとは自分の力で掴み取っていく天気っていうのがあるのかどうか見ていきましょう。もしあなたがこの自然の流れに身を任せてね、動ける時に動いていくとかじゃなくて、自分の意思を持ってもう変えていくんだって、こう今このリーディングを見て変えていくんだってもし思ったことがあったら、それってどういう風になっていくのかっていうのをもらっていきます。はい、19番塔のカードが入っています。なるほど。そしてまずここに対して同じように、キーパーソンになるようなもの、人、人物いるのかどうか、はい、もらっていきます。ワンドのナインが入っている、
これはどうしようかな、1枚もらうかどうか少し悩む。でもここ2枚もらったからもう1枚もらいましょうか。うん、正直これ等のカードなので、自分にとっての高い目標だったりとか障害だったりとか、こう頑丈なもの、強力なものっていうのをイメージしますね。そしてこれをあなたは塗り替えていきたいというか、そうですね、上り詰めていきたいとか、自分のお城にしたいって思ってるんですね。わかりやすく言うと、手に入れたいと思ってるものがすごく大きな目標だったりとか、手に入れるまで時間かかるだろうなって思ってたりとか、ハードルあるだろうなって思ってるようなことが今欲しいと思ってて、変えたいと思ってること、だけどそこに対してね、自分のものにしたいって気持ちがあるんだけど、実はちょっと恐れてる、っていうのが出てますね。ここでいや大丈夫かなって、こんな高い目標あるんだけど、いやでもね、実際自分のものにしたいって、ハードル高いの分かってるけど、ものにしたい、でも怖い、勇気出るかな、やっていけるかなっていうのが内心あるんですね。だけど変えていこうと思ったら変えられるし、今ここ苦しいって思ってるのはあなたのエネルギーが不安定な状況にあるからです。ここを乗り越えてしまえばすごく勢いが良くなっていくので、流れがねすごく良くなっていくので、ものにしていけますね。ここワンドがすごくここ流れよく出てきていて、ワンド9番っていうのは一桁の数字の終わりの数なので、もうこの苦しみ終わりだよってことが言われてます。今苦しいと思っていて乗り越えられない、自分の力じゃ変えられないんじゃないかって思ってることは、もう間もなくそういう思いが抜け出していって、あ、やればできるっていう風に感じられるようになるから大丈夫よって。あとはその自分が挑戦する気持ちとか、じゃあこの塔を登るためにもうなんか恐れとかもなくなったから、じゃあ登っていくためにどうしようかっていう新しい登り方とか攻略の仕方っていうのが見つかったりとか、例えばね、今までよじ登っていこうと思ってたけど、実はヘリコプターで上からピョンって行っちゃえば、あ、もう制することができるとか、そういうやり方を見つけるとか、何かね、こう新しいやり方っていうのが入ってくるので、あなたにとってもう間もなくね、これは自分のものとか達成できるとか、乗り越えていけるとかっていうところに到達するし、日も昇ってくるので明るい兆しがもうやってきています。なので希望の通り、希望をね捨てることなく、自分の恐れに打ち勝っていけるっていうのが言われていて、大切にね自分のものとして受け取っていくでしょうって、手に入れるっていうのがあるので、受け取るとかね、そういうのがあるので、今自分で変えたいと思ってることを乗り越えたい、掴み取りたいって、もし自分の力で運気を呼び寄せることができるんだったら、この願いを叶えたいって思ってることは少しハードルが高いかもしれないけど、でも確実にものにできるし、すごく大切なものになっていくよって言われてるので、今はちょっと恐れがあるとかね、あるけど、それはいずれなくなって、あなたの自分のね大切なものとして、確実に心、そしてあとは生活の中にも豊かさがもたらされるでしょうっていうふうに言われています。はい、あとキーパーソンとしてその女性っていうのが入ってくるんですね。クイーンのカードなので、もしかしたらその女性、誰かね、知り合いとか、あとは場合によっては目上の方とかっていうのもあるかもしれません。年上の女性とか目上の女性っていうのもあるかもしれませんし、普通にも同性のお友達とか女性の友達とか、そういう方っていうのもキーパーソンとして入ってくれるかなと、助けに入ってくれるんじゃないかなと思いますね。はい、ここ何か助けの存在がありそうです。では同じくナンバーをもらっていきましょう。あなたがもし自分自身で変えたいと思っていること、変えていくなら、タイミングとかナンバーとしては、10番が出ていますね。10、10日、10時間後。パイオレットなので、
秋っていうのはあまり考えづらいんですけどね、10月もあるかもしれないけど、ここ9月リアタイだと9月なんで、その後の 10月ってこともあるかもしれないけど、まあでも10ってね、可能性すごくたくさんあるので、10日20日30日1日、10時間後20時間後とかね、たくさん10週間後とかすごくたくさんね、巡り巡っていく数だから、たくさんチャンスがあるんじゃないかなって思ってます。うん、やっぱり小さな幸せとかっていうのが花言葉で入ってきているので、あと日々の積み重ねだったりとか、あとはあなたの謙虚さっていうのがこのスミレから花言葉として入ってくるので、ここね、ここの例えば誰かに攻撃されたりとかしても言い返さないこと、あえてね、なんかスルーすること、それは謙虚につながるのかって言ったらはてなな部分もあるけど、まあでもガツガツね対抗していかないってことはいいのかなと思います。ただこのハードルを乗り越えることに対しては、そやる気がみなぎってくるし、ものにできるっていうのがあるので、そこはこの積み重ねっていうワードが入ってくるかなと思います。小さな積み重ね、コツコツ積み上げていこうっていうのがある、確実にものにしていこうっていうのがあるので、何かねペースとしては遅いかもしれないけど、まあ、確かに高い塔だから登りきるまでにねすごく時間かかるかもしれないけど、確実に積み重ねていけるからねってことも言われてます。そして紫、バイオレット、なので紫がラッキーカラーとして入ってくるんじゃないかなと思ってます。そしてあとは自分から動くことで、じゃあ実際どういうことすればいいのっていうところももらっていきましょう。何かね具体的にもうちょっと欲しいですよね。なんとなくぼんやりと見えてきてるんですけど、もっと具体的にじゃあどうするのっていうところをこのカードからもらっていきます。このカードも正位置でもらっていきますね。もっと分かりやすくアクションとして、はい、まず1枚目、テンパランス14番節制のカードが入っていることと、はい、もう1枚がマテリアルの4番入ってますね。素晴らしい、魅力が開花するって言ってますね。そしてマテリアルのクイーン、ペンタクルのクイーンと同じカードが入ってきてるので、協力者がやっぱり出てくるかなと思います。身近な女性ですね、クイーンだから、あとは豊かな人ですね。その自分よりも経験が豊かなのかもしれないし、経済的に豊かだったりとか、おしゃれとか、あとは、品のある人とか、年上とか経験値とか関係なく、もう女友達とかそういうことも言ってるかもしれない。美しい人、心が美しい人、あとは一緒に食事してて楽しいと思うようなお友達とか、そういうことも言ってるかなと思います。あとお料理が上手な方とかね、身近な方ですね。どちらかというと、遠い存在というよりは近くにいるっていう風に出てきているので、もしかしたら一人の可能性高いけど、二人とか三人かもしれないって言われてるから、その自分の今乗り越えたいものがあるんだったら、協力してくれる人いるから、その人からアドバイスもらうとか、何かね力添えしてくれるから頼ってみてねとか、あとね探してって、近くにいるからよく目を凝らして見てみてってことが言われてます。すごくあなたの魅力を開花してくれることにつながるんじゃないかなって、この乗り越えることで、あなた自身がすごくね生まれ変わるまではいかないけど、すごくね魅力的になるんですよ。お相手の目から見てもすごくあなたの魅力すごく伝わりやすくなるんじゃないかなっていうのがある。そしてテンパランスのバランスですよね。これっていわゆる具体的に何をすればいいの、なるほど踊りましょう、はい、10
ということが出てきています。あのバランスね、これは何のバランスってことを言ってるかっていうと、あの姿勢のことかなって今入ってきています。猫背とか巻き肩、腰痛持ちとか、どこか何かね、骨盤の歪みだったりとか、足の長さが違うとか、姿勢の悪さから来る体の歪みを治す、だから整体、整骨院とかに行って、体の歪みを整えるとか、あとはヨガ、ストレッチ、ピラティスとかで体整えていくとか、気持ちね、気持ち割りかし整えていくとか、もう本格的にこう病院とか行って整えてもいいんだけど、ね、腰痛とかがあれば病院に行って治療するってこともおすすめですし、もう身近なところで自分が始められそうなストレッチとか、そういうラジオ体操とかね、そういうことで姿勢改善の体操とか、そういうところを取り入れていくのもいいし、あとなんかこう踊って表現しようって言ってるんで、今すごくエネルギーが不足してるし、どちらかというとマイナスのエネルギーの方を多く今あなたの中に流れ込んできている状態であるから、それをなくすためにダンスしようって言ってるんですよ。ダンスは何でもいいですよ、好きなことでいい、別に踊れなくてもいいんですよ。誰も見てない家の中で軽くステップ踏んだりとか、近所迷惑にならない程度に、体動かしたりとか、音楽に合わせて自分ができるぐらいの程度でいいので、激しくなくていいし、レベルもそこまで求めてないから、その自分の体を動かすことで、あとリズムに乗ってね、体を動かすことで解放されていくものがあるって。だからラジオ体操でもいいんですよ。あれって音楽流してやりますよね、チャン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 チャッチャってやつある、あれでもいいし、あれじゃない音楽でもいいから、それもほら音楽に合わせて体をほぐしてることになるから、なんかね、そういうことしようって。それ体で表現してほぐしていくと、自分のバランスが整っていくよって。エネルギーのバランスとか、魂の波長の流れとかも変わってくるって。そのことで魅力がすごく開花されて、自分のことすごく大切に思えるようになったりとか、自分の魅力に気づけるとか、今なんとなく自分に自信が持てないとかあるんですよね。だからといってね、自分が嫌いとか、失望してるとか、この先やっていけないとか、そこまでじゃないんだけど、なんとなく自分に自信持てない、だけどね、やっていきたいって気持ち、諦めたくないって気持ちがある。そこに自分の魅力が開花されたら、すごくあなた進んでいく力すごいよっていう風に言われてるから、自分の魅力じゃあどうすんのよって言われたら、その女友達に助言をもらうとか、そしてあとは体を動かす、ほぐす、姿勢を正す、ダンスをするってことで、変わっていくって、具体的なアクションで入ってきています。はい、ではこういうことを具体的にやったら、あなたが何を受け取ってどう変わっていくのかっていうのも、またこのカードからもらっていきます。何を手にすることができるのか、プレナイト、予言とシャーマニズムの石、無条件の愛とプロテクション、8番のカードが入っています。あまりね、アパタイトもそうなんですけど、プレナイトもそこまでね、聞き慣れた言葉ではない。ただすごく大きなことが学べると思います。そして協力者もすごくたくさんいますね。これはそうですね、星座としては乙女座が入ってるので、そうか、乙女座というと、この辺り、この辺りですね、あなたの天気になるところ、ちょうど8月9月、リアタイでご覧になっている方はね、この8月の天気のところに、そうか、同じ8として関わってくる乙女座の惑星、そうか、その乙女座のお友達ってことも、共通かもしれないけど、その時期としては8月のあたりにすごくね、天気として入ってくるかもしれないですね。これは心配事とか不安が和らいで、精神を浄化させて、そしてバランスね、バランスを整えてリラックスさせてくれるカードです。
瞑想の力が強まるって言われてますね。その力が強まるとネガティブなものを遠ざけるっていう風に言われてます。はい。そしてこのプレナイトっていう宝石自体が空気を清浄化させてくれる力があるので、プレナイトってまあでも基本的に手に入りやすいと思うので、もしパワーストーンにご興味のある方はこれを実際手に入れられてもいいと思います。浄化させてくれる、あとはこの石じゃなくてもいいので、こう浄化っていう言葉でこうデトックスですね、で思い当たることとかできそうなことがあればそこから取り入れてみるとか、空気清浄機を買うとかね、あとは、何か空気を清らかにしてくれそうなことを取り入れてみる。あの私だったら、クリスタルとか、あとアロマキャンドルとかもそうですし、ソルトとかもそうなので、そういうのを取り入れてみるとかでもいいですしね、お香とかね、あなたの中のやり方を見つけてみてください。そしてこのチャクラもかなりね大きくあって、同じく4番5番が入ってきてるので、ハート、そして喉のチャクラですね、愛とか表現力を表すチャクラは変わらず入ってきてます。その他に6番深い青で、これはインスピレーションや夢や直感を表すチャクラ、そして7番っていう宇宙を表すチャクラが頭のてっぺんにあります。これはね神秘的な力ですね。過去性とか、あとはその宇宙的観点とかっていうのも表してる不思議な、そうチャクラ、宇宙とつながる力ですね。あとはねこう瞑想っていうのもあるので、分かりやすく体をほぐしながらこうリラックスしてヨガをするとかね、そういうのもいいと思います。その他にはそうですね、4、5、6、7だからそのあたりですね、っていうのも入ってきてるので、あなたが受け取って変わっていくことがすごくたくさんあることと、7番のチャクラが入ってるので、その宇宙的要素、こう導きみたいな感じで不思議な力を受け取るとか、そういうパワーを感じる、すごく高い障害だと思っていたんだけど不思議な、力とかご縁で乗り越えられたとか、そういうチャンスが恵まれてくるとか、不思議な感じがすると思うんですよね。あなたが美しく開花するのがこのリアタイで言ったら8月っていうのが濃厚に入ってきてますね。花開く時っていう感じですね。自分自身が変わっていくのを実感するんじゃないかなというのが出てきています。で、そのためにじゃあ何すればいいのかっていう具体的な行動ももらっていったので、こちらも参考にしてください。はい。それではいろいろ見てきたんですが、ここね、じゃあそうだな、どういうことが変わるのかって聞こうと思ったんですけど、でもあなたの魅力が開花して受け取れるものたくさん出てくるよとか、乗り越えれるものあるよっていうふうに言われてるので、自然の流れに身を任せて変わって受け取る天気っていうのももちろんあるんですけど、そしてね、自然のままに行けばこの8月あたりにも確かに変わっていくんだけど、あなたが意図的に動いていくと同じこのタイミングでもっとより魅力が開花するっていう風に言われてるので、これぜひ参考にしてください。そしてあとはこの選択していただいたカードと、もう1枚カードもらっていきましょう。すごく流れとしてはいいので、あの勢いがね、流れもあるし、すごくね、どん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 良くなっていくので安心してください。今すごく辛いかもしれないけど、1ヶ月過ぎたあたりぐらいからおのずと変わっていきます。そしてこの、カードがお相手のカードを表してるんですね。やはり好きな人っていうのが入ってきてるから、好きな人っていうのがかなりこの天気になってくる。だからその方のためにあなたが今いろんなことしてあげたいと思ってるし、もちろんそのやるだけじゃなくて自分もやっぱり与えてほしいって思いますよね。それがそうなっていくんじゃないかな。バランスが取れていくというか、お相手がかなりこうあなたの中のウェイトを占めているので、あなたの魅力が開花されていくことで変わっていくんじゃないかなと思います。関係がはっきりするとか、いいお返事もらえるとか、
ていういい反応がもらえるとかね、あると思います。そしてこれはチェンジっていう風にもうね言われてますので、例えば空の景色が変わるのってご存知ですよね。朝が始まり昼になり夜になる、曇りの日もあれば晴れの日もある、季節によって空の色も違う、夕焼けの色が違う。こんな風に空の景色が変わるように、あなたの心もいつもいつも変わっていくんです。絶対こうじゃなきゃいけないっていう風に決めてしまうのはまだその時期ではないし、まだ早いよっていう風に言われてますね。まだその時ではないようです。周りの期待に応えるよりも、今は変わりゆくあなたの心を大切にしてください。今はあなたのやり方や方向性を自由に変えてもいい時です。あとは自由に変えていく時でもあります。だからいろんな協力を得たりとか、経験を積んだり乗り越えたりすることで見方が変わったりとか、自分がこうやってやっていかなきゃいけないんだって強く思いすぎていたことから放たれていく、解き放たれていく時がやってくるので、それを感じたら自由に羽ばたいてみてくださいって言われています。あなたが変わる時です。どこか尽くしすぎてしまっていたりとか、ここはこうじゃなきゃいけないんだっていう風にどこかね、自分の中で制限つけていたところがあったかもしれないけど、それが変わる時がやってきているし、実際変わるし、大きく変わっていくし、そして最終的に今の願いが叶うようなことがこの6ヶ月目にやってくるので、もう段階踏んで日々積み重ねていく努力、気持ちっていうのを持ち続けながらやってみてください。そして具体的に空の景色を見て、あ、空がこういう風に変わっていくから私の心も変わっていっても大丈夫みたいな感じで、ちょっとなんか能天気に今聞こえたかもしれないんですけど、それくらいでもいいよって、夢見る気持ちも大切だから、こう現実ばかり目を向けてこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないとかじゃなくて、夢を見ながら羽ばたいていく気持ち持ってもいいよっていう風に言われてますから、お相手に向かってこう夢のある気持ち持ちながら、ロマンチックを持ちながらね、突き進んでいく、進んでいってるのでね、同じ馬のカードが出てきていますから、あなたが進むってことは変わりがない。ただどういう風に進んでいくかっていうのは、これから先自分の中で見つけていけばいいし、変えてもいけるから大丈夫よって言われてますので、こちらもぜひ参考にしてください。以上、3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は間もなく訪れる天気について、いつ訪れるのか、どうなっていくのかっていうのを深掘りしながら見ていきました。何か一つでも心に残ることがあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。またいつもコメントや高評価など大変ありがとうございます。嬉しいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。はい、今日はね、深掘りになりましたが、天気について見ていきました。間もなく訪れる天気、これは、人によっては恋愛とか仕事、そしてその生活全体的にね、捉えられる方もいらっしゃると思います。なので全体的な流れとして見ていったんですが、中にはね、限定された方もいたかもしれませんね。はい、そのようにお受け取りください。では、少しね、長い動画になってしまったので、アフタートーク短くて、今回共通メッセージ、ごめんなさい、ないんですけど、今ね、これ分かりやすくカード並べてみました。同じ4番のカードで、ワンドの4、カップの4、ソードの4、ペンタクルの4っていう形で、同じね、4のカードを出していったんですが、まず4っていう数字は安定を表しています。テーブルの足が4本あって、うまくね、立てる、安定して立ってられるっていう意味もあって、4っていうのは安定を表してるんですね。そして、ワンドっていうのは、情熱とかね、燃える心とかを表している。気持ち、やる気、行動力とかね。カップっていうのは、人の気持ち、感情とかっていうのが言われているので、例えばワンドだったら、
木に火がついてボッてね炎が燃えていくように、炎の勢いってめちゃくちゃね燃え広がることもあるし、勢いよく燃える時もあれば、例えばろうそくの火とか焚き火みたいに揺らいで人を安心させてくれるような柔らかい火になること時もある。でカップっていうのは聖杯、水が、水というかが入ってるので、水っていうのは形をいくらでも変えられるので、カップ、いろんな形のコップの中に水が収まっていくかのように形を変えていけることができる。そしてカップ満タンになるのか少ないのかによっても変わってくるし、溢れていくっていう場合もあるんですよね。水だから流れていくってこともある。いろんな形にもなれるけど流れていく、流れも速いのか穏やかなのかとかありますよね。そういう、変わっていくもの、気持ちだからちょっと不安定なところもあるんですよね。愛情とかも表すカードで、受け入れるとかどんな形にでも当てはめていくことができるんだけど、その分勢いついちゃったら止められないとか、行き過ぎちゃうとか、気持ちが流れていっちゃうとかね、そういうことも言われてます。そしてペンタクルっていうのは確実なもの、もうコイン、もうね物質的なもの、お金とかね、分かりやすく言えば自分たちの生活する上でなくてはならないもので、価値のあるもの、実際そうですよね。でこれは、確実なものとか物質的なもの、豊かさとかを求めていく、これは誰しもそうなんですよ。そのために皆さん仕事して収入得ていますし、生活が成り立っているし、必要なもので大切なものなんだけど、そこにもしこだわりすぎてしまうと、そこが執着とかこだわりが強くなるとかっていう風になってしまって、ね、分かりやすく言うんだったらお金としてね、お金にとらわれてしまって、お金多くもらえるとか少なくもらえるとか、そういうものの価値が変わってくるとか、そういうことにもつながってくる。大切なもの、生きる上で大切なものなんだけど、豊かさを示してくれるものなんだけど、とらわれすぎるとそこに気持ちが追いついてこないところも出てくるとかね。で、あとはソードっていうのは、皆さんよくねソードがめちゃくちゃ刺さっていて怖いとか言うんですけど、多分これね、昔のねタロットって昔からある、歴史があるものなので、昔はね想像がこう表現するにはちょうどよかったと思うんですけど、今だったら想像っていうのは魂の声、心の声とか真実とか、あとね決断する力とかね、そういうのも表してる、ですね。だから例えばね、成長していくこと、よくね少年漫画とか少女漫画でもそうなんですけど、主人公がこう成長してハッピーエンドまで行く間って何かしら障害があったりとか何かあるじゃないですか。なんかこうね、恋のライバルが出てくるとか、少年漫画でも敵が出てくるとか、敵を倒したらまた次の敵が来るとかね、あるじゃないですか。そういうのを乗り越えていって、で仲間も増えていくんだけど、仲間が傷ついてとか、そこで友情でね泣いて、絆が強まってとか、いろんなことを乗り切って最終的にゴールするっていう物語の流れがある中の、これは自分の人生経験を積んでくれるものだったりとか真実だったりするんですね。だからその自分が成長していくために、時には傷ついたり、誰かをが仲間がね傷つくのを見て悲しい思いとかしたりとかする時もあるんですよ。あとは恋愛物語で言えば、好きな人に冷たくされて傷つくとか、自分がこうすれ違いからね、よくある恋愛物語、すれ違いから相手にひどいこと言っちゃってとか、そういう喧嘩してとかね、だけど結局誤解解いて仲直りしてとか、そういうのもあるじゃないですか。そういう一山越えていくっていうのがソードに現れてるんです。誰しもが痛い思いをしたくないから、だからこのソードでグサグサ刺さってるのを見ると、痛いって感じて嫌だなって思っちゃう、怖いなって思っちゃうんですよ。それはでも皆さん同じ共通して思えると思うんですね。
だから相談が出てくるとすごく辛いなとか嫌だなとか苦しいなって思うかもしれないんだけど、これでもここの中に真実とかあなたの心の声が実は隠れていて、そこに気づいてねっていうサインだったりとか、あとは今乗り越えるべき課題とかね、そのあなたが乗り越えていって成長していく過程の一つなんだよってことを教えてくれるものでもある。傷つくとか何かね、例えばね、ライバルに負けて、少年漫画で言えばね、敵に一回負けるんだけど、そこから修行して、勝つとかね、そういう逆転劇とかもありますよね。そういう感じで、全部が全部こう楽勝で勝っていけるわけじゃなくて、物語っていうのは、必ずどこかで谷があったり、山があったりとか、嬉しいことがあったりとか、誤解があったりとか、ある、それをソードで表してるんですね。でそういう風に捉えていただくと、ソードの中に実は自分の見えてこなかった思いが隠れていたりとか、真実があったりとか、今目を向けるべきものが出てきたりとか、あとは教えてくれてもいるので、休んでねとか眠ってねとか、あとは、今はこう傷ついて大変かもしれないけど、これ乗り越えていくとここが見えてくるよとか、そういうことも教えてくれているので、あとはね、隣に並んでくるカードにもよって変わってくるので、人によっていろんな表現の仕方とか感じ方も変わってきますので、いろいろ、カード見ながら感じてみてください。ということで今回は以上で終わっていきます。今回はすごく長い動画になりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の動画はリクエストいただきました。最後になりましたが、リクエストいただき本当にありがとうございます。それでは、ひいかでした。